皆さんこんにちは。司法試験2022年度全体構造編第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。はい、今日からですね2022年の司法試験あるいは予備試験、ロースクール、国家総合職、これらの入門講座が始まります。で本日は全体構造編ということで、法律の全体的な基礎となるようなことを3時間で講義してまいります。で今日使うものの確認です。まずセブンサミットの全体構造編、これ冊子になっている人、冊子になっている方もいらっしゃいますし、発送が間に合わなかった方はこういうものになってますけど、これ1つ使います。で Zoom で受講の方は URL がスタッフから送られていると思いますので、そちらをご参照ください。でもう1つレジュメ、入門講座竹山クラス全体構造編補助レジュメというものも使っていきます。でこの2つをですね主に使っていくということになります。で今日はねお持ちじゃなくていいんですけど、これからの講義は6法を持ってきてください。6法っていうのはね、例えばちょっと古いんですけど、私はここにデイリー6法っていうのがあります。2019年ちょっと古いんですけどね、とかコンパクト6法とか、いわゆる学習用の6法っていうのが本屋に売ってます。これぐらいの厚さで大体2000円ちょっとぐらいです。でこれは好きなものでいいので、買ってご持参ください。講義に次回の民法の講義から。で大体ねデイリー六法とか、これ三省堂が出てる。で岩波から出てるコンパクト六法、これらを使う人が多いです。ただ自分の好きなものでも、構いません。でね、なんで六法が必要かってご説明しますね。実は日本の法律って今インターネットで政府が全て公開しています。なので忘れた場合は別にスマートフォンとかで検索できます。でもね司法試験とか予備試験とか国家総合職ってめちゃめちゃ早く条文引かなきゃいけないので、インターネットだと正直間に合わないんですよ。なのでインターネットで条文引くのはこれでもね載ってない法律いっぱいあるんですよ。ここに載ってない法律はインターネットで探す。で、6本に載ってる法律はもう紙で引くようにしてください。で特に司法試験目指される方は紙の6本を素早く引くってスキルが必須なんですね。司法試験の論文式試験は6本が貸与されます。貸してもらえます。なので現場で6本引くんですけど、素早く例えば民法186条って言われた時にさっと引けなきゃいけない。なのでその練習としても6法を持ってきてください。でそして今6法6法って言ってるけど、法律初めての方って6法ってなんか聞いたことあるけどどういう意味だって話ですよね。でそこで全体構造編っていうセブンサミット、これレックのテキストなんですけど、これの8ページ見てください。で8ページの真ん中に関数字3法の存在形式ってところがあって、その6行下に、1成文法ってありますよね。ちょっとここ見てください。プロジェクターでも映しながらいきます。文書の形式を備えている法を成文法と呼び、近代国家における法の多くは成文法である。この時点でね面食らう人多いんですね。でそもそも法律って文章の形になっているのが当たり前って考えている人多いと思います。日本はそういう国なんですよ。我々は文章に書いてる方が当たり前の文化国に生きてるから成文法が当たり前なんですけど、そうじゃない国もあるんです。これは後で見てきます。でとりあえず日本に成文法です。でこれらは文章の形で制定されることから制定法とも呼ばれる。で我が国は成文法制定法の国である。で最も重要なものであり、第2節で詳しく説明する。でこの機会に六法全書について説明しておこう。いきなり来てますよね。でね六法って言葉はいろんな意味があるので、ここで押さえておきましょう。でまず六法っていうのは一番基本的な6つの法律を指すことがあります。でちょっとテキスト飛ぶんですけど、2ページ目見てください。2ページ目はこれ司法試験法5条、上から12345行目に司法試験法5条ってあって、第2項担当式ってあるんですね。これ予備試験の担当式試験の科目なんですけど、1号憲法、2号行政法、3号民法、4号商法、5号民事訴訟法、6号刑法、7号刑事訴訟法、8号一般教養科目でね、これの憲法と行政法を除いて3号の民法から7号の刑事訴訟法まで、これで12345,6ですよね。この6つの法律を六法ということがあります。まずこれ1つ目の六法の意味だから、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、これで六法っていうことがあります。この6つの法律は国のうち基本的な法律なんですね。なので六法と言います。で、受験会用語では行政法を加えて7法っていうこともありますけど、これは司法試験受験会の言い方です。これで7法ということもあります。行政法を除いたら6法です。これが1つ目の意味ね。で、2つ目の意味はこれが転じてね、6法って国家の基本的な法律なんですけど、国のすべての法律を言って六法っていう人もいます。で、3つ目の意味、これが六法全書の六法なんだけど、このね、狭い意味の六法を含めた多数の法律っていう意味で六法って言葉が使われる。で、六法全書の六法ってこれなんですね。要するにたくさんの法律が入ってるよってことです。じゃあまた戻りまして8ページ目ですね。セブンサミットの8ページに戻っていきましょう。で、ここです。六法全書にはいろんな種類があるが、大別すれば判例付き判例なし、大型小型携帯型、試験用司法試験用六法、司法試験予備試験用六法、法科大学院試験六法、すべて第一法規、非試験用に分かれる。で、いろいろ書いてます。大型の六法全書は通常使われる法律を掲載しており、約1000件の法令が載っている。条約も含め日本には約8000件の法令がある。で、地方公共団体が定める条例規則などを入れるとその数はもっと増えるとか、いろいろ書いてるんですけど、これです。入門受講生には小型の判例なし非試験用がおすすめで、本屋で現物を見て一番自分の目に馴染むものを選ぶといい。でなお、権威のある信頼できる出版社は有比較が出すコンパクト六法とか、三省堂が出すデイリー六法とか、こんなのが有名です。法律ってコーナーに行けば売ってます。2000円ぐらいで売ってますので、ぜひこれは1個ご購入ください。いいでしょうか。じゃあね、今日の講義やること盛りだくさんなんで、実はセブンサミットもね、全部説明してると終わりません。なので今日はレジュメを主に使っていきます。で、私の講義は民法とか刑法とかこれからの科目もレジュメで進めていきますが、セブンサミットは資料集とか辞書として使ってください。で、時にはね、講義で使うこともあります。ではね、この補助レジュメ見てください。で、今日は3時間しかないので、かなりセブンサミットの構成は変えています。で、セクション1、一番最初の法学入門です。で、民法、刑法、憲法の役割ということからご説明しましょう。民法も刑法も憲法もさっき見た六法の中に入っている重要な法律です。ただね、なぜ民法、刑法、憲法という順番に講師は書いているのか、これどういうことかっていうと、皆様方ね、例えばアレック以外に他の予備校を検討したときに、大抵ね、なんか受験科目って憲法から書いてあった気しません？さっきの司法試験法も憲法が頭にありますよね。で、これなんで憲法があるかっていうと、憲法は国の最高法規だから憲法から書いてる。これは十分合理性がある書き方なんです。でも私はあえて民法から書いた。これなぜでしょう？ちょっとね、それを考えていきたいんですね。で、民法、刑法、憲法の役割の図で、国家があって私人 A で、これ私の人って書いて私人って呼ぶんだけど、基本的に私人っていうのはね、自然人って言って我々生身の人と、法人って言って会社みたいな人、これらをまとめて私人と言います。これね、私人っていうのは我々生身の人を自然人と言うんですね。で、法人っていうのもあります。会社など。で、なんで詩人ってあえて書くかというと、実は詩人じゃないものも存在して、例えば地方公共団体、東京都なんかはこれ詩人ではないんですね。これは詩人ではない。だから要するに公の団体とかを除いて詩人って言うんだよ、そういう概念だよと今思っておいてください。で、民法で習うんですけど、生身の人間、我々の人間の自然人と株式会社みたいな法人、これに分かれます。じゃあ、この上でですね、その図の下のケースというところをご覧ください。詩人 B は A の車を盗んだ。詩人 A は国家を批判する本を書いた。この国では国民に表現の自由が憲法により保障されている。しかし国家は国家を批判する言論を処罰する法律を作った。で、この例で国家と AB の関係を考えていきます。で、まずB は A の車を盗んだんだから、当然だけど丸一番 A は B に車を返せと言えますよね。でこれもね、民法でやったらちゃんと根拠があるんですよ。所有権がある人のものを奪ったら返せって返還請求ができるっていうのはちゃんと民法の物件法ってとこでやります。今は簡単に常識的に車返せと言える。だから A は B に丸一番の請求できますよね、この図でいう。でさらに丸に A は B に損害賠償を請求できる。これ要するに車を盗まれた被害者 A が損をした分を B に請求できるってことです。後で民法の条文見ますけど、こんなこと考えてください。1ヶ月間竹山が車取られたので、レンタカーを1ヶ月借りなきゃいけなかった。そのレンタカー代って損してますよね。だからそれは請求できる。でとにかく A は B に1と2を請求できます。で、他人の車盗むのは常識的に考えてもダメですよね。日本では窃盗罪というもので処罰されます。丸3、B の行為は窃盗罪に当たるので、国家は B を処罰する。で、国家は詩人 B を処罰するので、丸3が国家と B の関係です。で、ここでね、1と2っていうのは実は民法の話なんです。これ民法ね、後でやりますけど、民法っていうのは財産に関する法律なんですね。でここで見る通り、民法っていうのは私人と私人の間の関係の法律になってる。でも窃盗罪で処罰するっていうのは刑法の世界なんだけど、刑法っていうのは国と私人の関係の法律なんだ。実は関係性によってこの2つに分かれるんですね。私人同士の関係の法律と国と私人の関係の法律。刑法は国と私人との関係、民法は私人と私人の関係です。で最後にちょっとややこしかったのが、国家を批判する言論を処罰する法律を作ったってところです。でここの丸を見てください。で国家は A を処罰しようとする。しかし A には表現の自由があるので処罰されない。実はちょっとここが難しくて、国はね、A さんを国家批判したから処罰しようとするんだけど、憲法があるから、表現の自由という憲法があるから詩人 A は守られるんですね。憲法の表現の自由。だから結果的にこの A は処罰されないということになります。で、ここが難しいんですね。ちょっとレベル上がりましたよね、民法、刑法の話よりも。国が処罰しようとしても憲法があるから処罰できない。これが一つの憲法が国の最高法規って意味なんですよ。国が法律を作っても憲法の方が上だから憲法が A を守ってくれる。そういう話です。でここで感じ取ってほしいのも、憲法も国と人との関係なんですよ。民法は人同士の関係、刑法と憲法は国と人との関係、これは頭の片隅に入れておいてください。じゃあね、抽象的な話進みますけど、どんどん進んでいきます。1ページ目の下から4行目のところ行きましょう。で、結局って民法って何なのかというと、これは個人の財産関係と家族関係を規律する法律です。物返せお金払いは民法の話、これ財産関係だから。あとは結婚とか離婚とか養子縁組とか遺産の相続とかも、これ家族関係だから民法、こういうのを定めています。で、早速民法の条文一つ、今日6本お持ちじゃない人も多いんで挙げときました。民法709条見てください。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。非常に抽象的ですね。で、これからね、身につけなきゃいけないスキルの一つとして、この抽象的な法律を具体的な問題に適用するんですね。で、本当は難しい法解釈があるんですけど、今ざっくり言うとこういうことです。故意ってとりあえずわざとだと思ってください。 B ってさっきの B ってわざと A の車盗んでますよね。他人のものだって分かって、だから B は故意によって他人の権利を侵害してます。私人 A の所有権という権利を侵害しているから、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、そういうことになっています。よろしいでしょうか。このようにね、法律の条文あったら具体的なところに当てはめをしてください。でね、民法709条ってこれからね、民法以外にもたくさん出てきます。これ不法行為っていうんで覚えておいてください。これ不法行為、不法行為っていう条文です。不法行為をした者は損害賠償を払わなければならない、そんなイメージです。よろしいでしょうか。では2ページ目に参りましょう。次、刑法です。刑法っていうのは犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法律です。刑法199条、これ殺人罪ですね。物騒ですけど、こういう条文、法律なんでたくさん出てきます。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。これ要するに人を殺した、殺人をしたら死刑になるか無期になるか5年以上の懲役になるか、こういうのが示されている刑法199条って条文です。こういうのが刑法という条文になります。ちなみにちょっと余談ですけど、なんかめちゃくちゃ広くないですか、殺人罪の条文って。これね、日本っていうのは殺人罪って一つなんですよ、人を殺した罪。でも諸外国っていうのは実はね、例えばアメリカだったら第1級なんちゃら殺人罪とかすごい細かく分類してる。で、日本はいろんな殺人集めて一つなんで幅が広いんですね。で、一般的に一番罪が軽い殺人の類型は永時殺って言って、お母さんが出産直後のお母さんが気が動転して殺しちゃうっていう、それは諸外国でもすごく刑罰が軽いんです。そういうのも含めているので広い、法定刑になってます。そんなこともね、刑法ではやっていきます。で、次、憲法。これは個人の権利、人権等、国の組織の基礎、統治機構といいますについて定めたもの。統治機構っていうのは中学校とかで国会、内閣、裁判所ってやったと思いますけど、あれだと思ってください。で、人権の条文、例えば憲法21条1項、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障するとあります。でね、ここが中学校とかでやった憲法との違いなんですけど、表現の自由が保障されるってことは、表現の自由を侵害しようとするものに対し邪魔するなって言えるんですよ。だから表現の自由で、表現行為で処罰しようとしている国家に対し邪魔するなって形で跳ね返せるんですね。そういった条文になります。なので多分憲法って理念的なことが多いんじゃないかなって思ってる人いると思うんですけど、これからやる憲法っていうのはね、本当にね、裁判で使うための憲法みたいな話になってくるので、逆にね、難しいんですね。憲法という科目は、なかなか奥が深い科目です。で、次41条。国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。で、これは国会が国の法律を作るよってことです。で、これも、じゃあ立法って何なのって話とか、定義をしていくんですね。これ憲法でやります。だって法律は国しか作れないって言っても法律定義しないとダメじゃないですか。そういった話があるので、結構奥深くなってきます。まあ、それは憲法でやります。で、米印。憲法は法の法、これは法律の上位にある法とも言われ、すべての法律より上位である。でね、これから法律と法って概念分けた方が分かりやすいです。法律っていうと国会が作ったルール、法っていうともっと広い概念って思った方が分かりやすくなります。だから法の法、法律の上位にあるルールなんだ。そういうことですね。で、米印。この他にも重要な法律はたくさんある。しかし民法、刑法、憲法が基本であるということになります。で、次、セクション2、裁判手続きの流れです。で、裁判手続きは司法試験を受ける方は民事訴訟法、刑事訴訟法って科目でしっかりやるんですけど、ただね、裁判手続き多少知らないと民法とか憲法とか全然わからなくなっちゃうんで、ここで最低限あります。国家総合職の人はね、普通に必要です。で、1、裁判手続き(1)裁判制度です。裁判とは何か。これは社会において起こる具体的事件に対していかなる処理をすべきかについて国の機関としての裁判所が法を適用して決定することです。でね、このね、具体的事件と法を適用っていうのは覚えておいてください。このキーワード。抽象的事件に対して何か判断するのは実はね、定義的には裁判ではないんですね。例えば自衛隊という存在が憲法9条に違反するかどうか。これは抽象的な問いなんですよ。で、具体的事件って何かというと、自衛隊の飛行機が飛んでいて、なんか飛行機から破片が落ちてうちの家が壊れてしまった、だからお金を払ってくれ、これは具体的事件です。抽象的事件は裁判とは言わないっていうのは知っておいてください。あと当然ですけど、法適用できること、これが裁判の条件になります。だから A っていう店のハンバーガーと B っていう店のハンバーガーのどっちが美味しいかなんては裁判ではないんですね。それを決めることはそういうことになります。で、裁判の種類。まず民事裁判、これ民事訴訟や民事事件とも言います。と刑事裁判、刑事訴訟とも言いますし、刑事事件とも言います。これの2種類があります。今のところは民法絡みの裁判が民事裁判、刑法絡みの裁判、つまり犯罪とかの裁判が刑事裁判と思っていただいて構いません。また行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、広い意味で民事事件に含まれる。これはね、ちょっと後で説明しますので、行政裁判はとりあえず置いておいてください。で、次(2)裁判所の種類です。裁判所の種類は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類あって、一般的な事件はこれです。地裁、地方裁判所が第一審で、不服があったら高裁、高等裁判所に行って、最後が最高裁に、行きますの順に上訴されて処理されます。これは同じことなんで書かなくてもいいんですけど、これ最高裁が上で、高裁が2番目 で、地裁が一番下です。で、地裁の裁判の判決に不服があったら、控訴って言って、高等裁判所で裁判ができます。もう一回。で、高裁の判決にも不服だったら、これ上告と言います。最高裁に持っていくことができます。これ順番なんですね。地裁、高裁、最高裁って順番は覚えておいてください。で、地方裁判所は各都道府県に1個あります。北海道だけ広いんで4つあります。まあ、こんな知識は別に覚えなくてよくて、気になったらセブンサミットとかネットとか見ていただければいいです。で、たまに支部があることもあります。例えば東京都は広いんで、東京都霞が関に本庁っていうのがあって立川に支部があります。まあ、そういうふうになってます。で、高裁は例えば関東甲信越地方に1個とか東北地方に1個とかそんな感じであります。最高裁は東京に1個です。で、次3ページ目ですね。家庭裁判所。これは家庭事件。家庭事件っていうのは遺産分割とか夫婦の関係の事件とか、あるいは少年事件、少年犯罪の事件を裁判するために特に設けられた裁判所で地裁と同等の位置にあります。で、地裁と同等の位置の意味なんですけど、これね、地裁の裁判に不満があったら高裁に行きましたね。で、家裁もそうなんです。家裁の裁判に不満があると高裁に行けて、まあ、これってものによっては控訴って言い方しないので特にネーミングはつけませんけど、家裁の裁判に不満があったら高裁に行って最高裁に行ける、その意味で同等の地と表現します。よろしいでしょうか。じゃあ次、簡易裁判所ですね。簡易裁判所は少額軽微な事件、訴額が要するに民事事件の訴える額が140万円以下の事件や選択刑として罰金がある罪についての刑事事件等について、これを簡易かつ迅速に裁判する大審裁判所、これを簡易裁判所と言います。で、簡易裁判所の裁判に不満がある人は民事と刑事で違うんで、これ今覚えなくていいですけど、民事の場合は地方裁判所に控訴ができます。刑事の場合は高等裁判所に控訴ができます。これ今別に覚えなくていいです。民訴とか刑訴とかでやります。まあ、こういった裁判所があると覚えておいてください。で、次括弧3、裁判の公開です。裁判の公開の原則、これは憲法82条以降に、こう規定されています。裁判の耐震及び判決は公開の法廷で行う。で、これ後で例外があるんでそこを注意しなきゃいけないんですけど、まあ、憲法で裁判公開の原則が定められているというのは知っておいてください。じゃあ次2番、民事裁判です。ケース A は B に車を100万円で売る契約をした。しかし B に車を引き渡したにもかかわらずB は100万円を支払わない、こういう話になります。で、この場合どうです？車引き渡したのに100万円払わない。諦めます？まあ諦める人もいるかもしれないけど、100万って結構高いんで、やっぱり最終的には裁判を起こす人いますよね。そういう時に民事裁判って話になってきます。で、括弧1、民事裁判と。民事裁判、民事訴訟。これは民事上の紛争、つまり財産関係と家族関係における紛争を解決する裁判のことを言います。で、民事裁判というのは原告、これは裁判を起こした人のことを言います。と被告、裁判を起こされた人のバトルです。で、日本の裁判というのは基本的に原告と被告がやり合って、それを見て裁判官がじゃあこうだって判断をするっていうことになっています。裁判官が積極的にこうしなさい、ああしなさいっていうシステムにはなってないです。で、日本は弁護士つけなくても裁判を起こせる国です。ただ弁護士代理の原則ってありまして、まず日本では本人が弁護士を頼まなくても民事裁判を起こせる。ドイツみたいな国は弁護士が絶対必要なんですけど、日本は本人が自分自身で裁判できます。で、誰かに頼むのであれば弁護士でなければならない。これを弁護士代理の原則と言います。自分でやるのは勝手。でも誰かに依頼するんだったらその人は弁護士である必要がある。そういうルールです。ただ例外がありまして、総額140万円以下の一定の事件。これ簡易裁判所管轄の場合は司法書士っていう職業の人でも良いことはあります。では次行きましょう。括弧2、民事訴訟の流れです。丸1番、訴訟の開始で、どういうふうに裁判開始するかというとこんな感じです。 A は B に100万円の支払いを求める訴状を提出した。で、あくまで100万円払えっていう相手は B なんだけど、訴状は裁判所に出します。そして、訴状は裁判所に出されて、裁判所から B に送達されます。これ特別送達って割と物々しい、1000円以上かかっちゃうような、特別な郵便で配達されます。でね、ここで処分権主義っていう言葉を覚えておいてください。正確な言葉は民訴でやるんですけど、標語的に言えばこれです。訴えなければ裁判だし、要するに民事裁判っていうのは原告が訴えるぞって決めて訴状を出さない限りは始まらない。裁判所がおせっかいをして、あ、 A さんと B さんトラブルを起こしてるから裁判してやろうみたいなことにはならないわけです。起こしたいっていう人がいなければ起きません。で、4ページ目です。丸2、訴訟の審理です。訴訟要件の審理がまず行われます。でね、訴訟要件っていう言葉も今知っておいてください。これは裁判所で事件を取り上げてもらうための要件になります。で、例えばね、 A と B のお金返せっていうトラブルに関して全然無関係の C が裁判を起こしたら、これは訴訟要件がない裁判ということになって、訴訟要件がない人が起こした裁判、却下判決、これ門前払いということです。もう裁判として取り上げないよっていう判決が出ます。でね、この訴訟要件って概念は行政法でも民事訴訟法でもすごく大事なんだけど、イメージだけつけられるようにしてください。まずね、日本って裁判費用高いっていう人もいるんだけど、はっきり言って安いです。例えば1万円を誰かに請求する裁判を起こすのに、裁判所に払う収入日は1000円です。で、その1000円で裁判官の人件費と裁判所職員の人件費と光熱費とか賄えるわけがないんですよ。だから裁判っていうのは本当に大事なものだけを取り上げなきゃいけない。よくわからない裁判は門前払いしなきゃいけないんですね。そのために定められたのが訴訟要件というものなんですよ。で、一番重要なのが A さんと B さんの争いは全然関係ない C さんは裁判を起こせない。ただこれも難しいところで、よく行政訴訟で問題になります。例えばですよ、架空の事件ですけど、どこかの原子力発電所を止めたいで裁判を起こす人ってのは結構いるわけですよ。でもこれもじゃあ原発からどこまでの範囲の人が裁判を起こせるのかっていうのは結構難しい問題なんです。隣に住んでる人は起こせそうですよね。で、例えば1000キロ離れたところの人は起こせそうじゃないんだけど、じゃあどこで線引きするかっていうのはすごく難しい問題で、これは行政法で扱う問題になります。とにかくここでは訴訟要件で概念を覚えていただいて、訴訟要件がない人が裁判を起こしたら却下判決というものが出るんだ、そこは覚えておいてください。で、訴訟要件がある場合は本案の審理、これ中身の話です。本案の審理ってどういうことかっていうと、100万円を請求する権利があるのかとか、車の売買契約は本当に成立しているのとか、そういう中身を審理していきます。でね、本案の審理は A 弁論手続きと B 証拠調べ手続き、これを分けて考えます。実際に手続きは同じ場所で行われるんだけど、理論的に頭の中ではこれはっきり分けるんですね。で、これ分けられる練習を今からしといてください。事実の主張と事実の立証は違うんですよ。主張ってのは言うだけですよね。こういうことがあります。立証ってのは証明することです。で、事実の主張ってのは A は B と車を100万円で売る売買契約を結んだことを主張した。これとにかくこういう事実がありますっていうんです。で、証拠調べ手続きは事実の立証で、 A は主張した事実を立証するため契約書を提出した。契約書で売買契約があったことを証明するから、これは立証なんですね。事実の主張と立証をぜひね、分けられるようにしてください。これなんか民事訴訟で重要なんですけど、そうでなくてもね、いろんな法律に関わってきます。で、少し突っ込んだ話をしましょう。で、売買契約の事実は実はね、決められてまして、代金を求める A が証明しなければならないとされています。で、このことを法律用語で A に立証責任があると言います。立証責任とは証明する責任がある。証明責任があると言っても一緒のことです。で、A に立証責任があるかという、あったらどうなるかというと、もし A が証明できなければ A が裁判で負ける。証明責任を負っている方が、立証責任を負っている方が証明できなかったら負ける。そういった責任になります。でね、ここで眠くなってきた人、なんで A に立証責任があるんでしょう、これ。だって A に立証責任なかったら言いがかりの裁判できちゃいません？売買契約で代金請求したら相手方がね、売買契約がないってことを証明しなきゃいけなかったらいくらでも言いがかりの裁判できちゃうんですよ。だから基本的には何か効果っていうんです。効果を欲する方が証明しなきゃいけないっていう考え方に立ってる。効果っていうのは後でやりますけど、売買代金を請求できる、そういうことでね。で、効果って言葉はね、後で取り上げるんで今とりあえず先行きましょう。で、米印。どの証拠を信頼して認定の資料とするか、またその証拠をどの程度信用するかについては裁判官の自由な判断に任せられている。例えば売買契約書が出てきたから、あ、 A と B の間で売買契約があったんだって認定することもできるし、売買契約書あるけどこれサインが違うから偽造されたんだ、 A と B の売買契約は立証できないって判断してもいいんです。それは裁判官に委ねられている。それを自由心証主義と言います。この言葉も覚えておいてください。で、丸3、訴訟の終了です。裁判官が判決を言い渡します。で、和解になることもある。で、和解っていうのは当事者が譲り合って、例えばね、100万円請求してるけど、B さんが A さんに50万円支払うことでもう解決しましょう。こういった話し合いの手続きで終わることがあります。裁判になってても最後話し合いで終わることができる。で、訴訟要件で負けたら却下判決。本案審理で負けたら請求棄却判決。この言葉も覚えておいてください。で、これ請求を省略して単に棄却判決ということもあります。で、勝ったら請求任用判決です。いいでしょうか。で、上訴です。不服がある場合は控訴上告します。で、これ地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3段階が原則です。で、第一審、控訴審、つまりここでいう地方裁判所、高等裁判所は事実審であるが、事実審って何かというと、事実の取り調べができる、すなわち証拠調べができるですね。で、上告審は法律審である。法律審って何かというと、証拠調べできない、法律論しかできないってことです。で、最高裁ってなんか最後の砦のように思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、最高裁って実はね、ほとんど最高裁で何も争いません。実際に弁護士とかになったら分かります。そもそも法律審だから最高裁で何か事実を争ったり証拠調べっていうのはできないんです。で、これ民訴とか刑訴でやるんですけど、実は基本的に憲法違反しか争えないことになっていて、最高裁っていうのはできることすごく少ないんですね。まあ、その辺りはおいおいやっていきましょう。で、この事実審と法律審って言葉もなんとなくでいいんで知っておいてください。事実審ってのは事実を争えるから証拠調べができる。法律審ってのは法律論しかできないってことです。じゃあ次、刑事裁判に行きましょう。あ、ちなみに裁判傍聴とか行ってみたいって方、民事裁判は基本的にもう書面のやり取りで進むんで見ても正直わからないです。なので裁判傍聴行くなら刑事裁判の方がわかると思います。そういった刑事裁判について見ていきましょう。ケース。A は B 商店から1万円相当の品を盗んだ。で、A には前科があり、悪質性が高いと検察官が判断したため、検察官が控訴提起した。実はですね、いわゆるこれ万引きですけど、万引きをしても裁判にならない人ってのはそれなりの数いるわけです。実は裁判にするかどうかっていうのはこのね、検察官って人が決めるんですね。で、今回は検察官、これ万引きだけど悪質性高いし何回もやってるから正式な裁判にしました。刑事裁判にすることを控訴提起と言います。で、5ページ目。括弧1、刑事訴訟とは、刑事裁判、刑事訴訟。ある行為が犯罪に当たるかどうかを判断し、犯罪に当たる行為をした者に対して刑罰を加えるための裁判になります。ただ、刑事裁判でもこれ国家で、実際に国家は検察官が代表します。で、検察官と被告人とのバトル、そういった構造になっています。日本は刑事裁判ですら検察官と被告人の戦いを見て裁判官が有罪か無罪か判断する、そういうシステムにしてるんですね。裁判官が積極的に何かを調査するっていう、建前は取っていません。ただ被告人は弱い立場にあるので弁護士をつけることができます。これ弁護人専任権と言います。で、検察官って何かというと、国の公務員なんだけど、このように犯罪者と思われる人を刑事裁判にかける役割の人を検察官と言います。基本的には司法試験に受かっている必要がありますが、司法試験に受かってない場合もあります。で、過去に、刑事裁判になるまでの基本的な流れです。で、何か犯罪があると思ったら警察が捜査をして、さらにこの検察官は捜査もできます。犯罪捜査。検察官が捜査をして、検察官が起訴、刑事裁判にするなら起訴をして刑事裁判になります。ちなみにこれも刑事訴訟法でやりますけど、逮捕。でありますね。警察官が人を逮捕する。これはあくまで証拠隠滅を防ぐために被疑者、疑われている人の身柄を拘束するものであり、刑事裁判の条件ではありません。なので別に逮捕しなくても刑事裁判にかけることはできます。在宅事件っていってむしろ結構あります。で、起訴するか否かは検察官が決める。なので悪質性が高いとしたら起訴することもできるし、今回はいいと思ったら起訴しないこともあります。これを基礎便宜主義と言います。よくあるのが、傷害事件とかで被害者と示談が成立したとしてもこれは起訴しないっていうのはよくある話ですね。ただ基礎便宜主義があるとあれなんですよ。検察官がちょっと政治家に気を使って収賄事件を起訴しなかったりとか、そういう問題が起こるので、不当な不起訴に対するコントロールとして検察審査会というものも存在します。で、検察審査会というのは検察官の不起訴処分を市民が審査して、これも刑事訴訟法であるんですけど、一定の場合は起訴できたりします。よろしいでしょうか。じゃあ次、括弧3、刑事訴訟の流れですね。で、これは条文はね、刑事訴訟法の時引くので、今はだいたいイメージがつけられればいいです。実際の刑事裁判というのはこんな感じで進まます。で、まず冒頭手続きです。例えば私が被告人だとすると、裁判官が人違いがないかどうかを確かめます。何をするかっていうと、あなた住所は、本籍は、生年月日は、職業は、もちろん名前は、こんなものを聞かれる。これが人定質問ですね。で、次に起訴状が読まれます。起訴状っていうのはこの被告人がどんな犯罪をしたことに問われているか。例えばこんな感じです。被告人は、令和3年1月1日、架空ですよ、完全に架空ですよ、東京都、千代田区霞が関 1-1-1 のセブンイレブンにおいて午前7時ごろあんパン1個150円相当を摂取したものである。罪名窃盗罪、罰条刑法235条。こんな感じで起訴状が読まれます。完全架空ですよ、今のは。で、その後権利告知、ドラマで見たかもしれないけどあなたには黙秘権がありますです。実際にこんな感じで行われます。あなたには黙秘権がありますですので、言いたくないことは言わなくて構いません。言いたいことがあったらいつでも発言できます。ただこの法廷で述べたことは有利不利を問わず証拠となりますので、気をつけて発言してくださいみたいな権利告知が行われます。で、次に罪状認否。これ被告人がやったかどうか聞かれます。じゃあ被告人、起訴状の事実は間違いありませんかって聞かれると、間違いありませんっていう人もいれば、間違いがあります。あんパンは誰かが私を罪に陥れるために勝手に私のカバンに入れたものです。取ってませんっていう人もいます。まあいろんなパターンがありますよね。で、証拠調べ手続きで冒頭陳述。これは検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べるんですけど、基本的には起訴状に肉付けしていろいろ述べていくってことです。で、次、犯罪事実に関する立証。証拠を出して、竹山だったら竹山が窃盗罪を犯したことを証明していきます。でね、ちょっとここで頭の体操。まあ、実際刑事実務科目なんかを聞かれることもあるんですけど、さっきのね、あんパン盗んだ事件で勝手に入れられたって言ってるんですよ。検察官だったらどういう証拠を出して立証してきます？この人が盗んだって。まずなんかありません？基本的にね、客観的な証拠から攻めていくんですね。防犯カメラでなんかいいシーンが映ってたらそれが一番いいですね。だからまず防犯カメラ映像あるかどうか、あるんだったら防犯カメラ映像を出します。あとはこれはね、被告人が何を言ってるかにもよるんですけど、そのあんパンの袋に指紋がうまくついてたらその指紋の状況で、もちろん指紋の状況は弁解の状況によったら合理的なこともあります。いや、あんパン1回手に取ったけど棚に戻しましたって言ったら指紋ついてるのは普通だし、1回も触ってませんって言ったのに指紋ついてたら不自然だしとか、まあ、そういった証拠を出して立証していくということです。で、情状に関する立証。これね、罪を認めている場合は、罪を軽くするための立証が行われます。例えばもう被害弁償をしたとかね。で、最後に被告人質問。被告人にいろいろ聞いてきます。で、6ページ目です。で、丸3、弁論手続き。弁論手続きは、事実調べが終わった後に法律の適用について意見を述べるものになります。で、まず検察官の論告求刑というものが行われます。これどういうことかというと、検察官がなぜ竹山は有罪になるのか、この証拠から有罪だっていうことを言えるっていうのを論理的に説明していった上で、どれぐらいの刑罰がふさわしいか、例えば懲役2年を求刑しますとかいう手続きです。で、弁護人の弁論というのは逆になんで竹山が無罪か、そういう理由を論理的に述べていく、あるいは有罪でも刑を軽くすべきということを述べていく。で、被告人の最終陳述、被告人に最後こう何か言ってもらって弁論終結です。で、これは裁判が終わって最後に判決宣告になります。で、米印、合理的な疑いを超える程度の証明を検察官がしなければ有罪にできない。で、これを立証責任は常に検察官にあると言います。疑わしきは罰せず。これどういうことを言ってるかというと、有罪か無罪かわからないときは無罪なんです。やったかどうかわからないときは無罪。で、ほぼ確実にやってるだろうというときだけ有罪にする。それを、合理的な疑いを超える程度の証明は検察官がしなければ有罪にできない。疑わしきは罰せず、というルールになります。で、なんで、まあ、黒は有罪、白は無罪なんだけどグレーは無罪になるか、これは、まあ、いろんな説明があるんですけど、警察とか検察って国の組織です。で、国の組織ってのはものすごい捜査力を持ってます。で、その捜査力を持ってしてもグレーだったら、これはやってないことと扱うのが、まあ、自然だろう。私はそう考えてます。まあ、いろんな説明あります、これは。まあ、とにかく疑わしきは罰せずっていうルールを日本は採用しています。で、あと自由心証主義は刑事裁判でも採用されている。これはふーんと思っておいてください。で、丸5、上訴。場合によっては上訴が行われます。じゃあ次ですね。4、行政処分と行政訴訟を見ていきましょう。かつて司法試験では行政法っていうのは必修科目ではなかったんですけど、今は司法試験行政法必修科目なんで非常に行政訴訟も重要になってきます。ただ行政訴訟ってやっぱね、難しいんですね。行政訴訟で一番多いのは税金の訴訟とかそういうものなんですけど、まあ、税金自体はね、税法って科目があるんですけど結構難しいです。で、ケース見てください。A はよそ見をしていて運転していたので、B を車で跳ね怪我を負わせた。A は B から損害賠償を求められた。A は自動車運転過失致傷罪で起訴された。A は運転免許の停止処分を受けた。運転免許をお持ちの方、運転免許の講習を受けたらよくこう言われるんです。事故を起こしたら民事責任、刑事責任、行政責任全部負いますよと。民事責任これですね。損害賠償。刑事責任はこれも自動車運転過失致傷罪っていう犯罪で起訴される。で、行政の責任がこれ運転免許の停止処分を受けたってことなんですね。で、行政処分っていうのは何か。この運転免許の停止処分とは行政処分というものの一種です。行政が法律の規定に基づいて国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分、これを言います。でね、今から理解していただければちょっと楽になるので、もう全体構造編から申し上げます。民法の世界で権利義務ってどうやって生まれます？生まれ方って4つプラスいくつかあるんだけど、一番典型的なのは契約ですね。車を買う契約をしたから100万円請求する権利が生まれる。これが民法の世界なんです。なので民法の世界は基本的には他もありますよ。基本的にはってことは契約以外にももちろんたくさんあるんだけど、やっぱり民法の世界のベースは契約。契約によって権利義務が発生。だから売買契約をしたから100万円請求できる。それが民法の世界の原則なんですね。じゃあ行政法の世界って何かっていうと、さっきの話で言うと A は運転免許の停止処分を受けたんですよね。で、運転免許の停止処分をするのは公安委員会というところです。で、免許停止処分を受けた A は一定期間運転できなくなりますよね。これをもうちょっと法律の言葉でかっこよく格調高く言うと、 A は一定期間運転できない義務を負うってことになります。一定期間運転をしてはならない義務を負います。A さん一定期間運転してはならない義務を負うんですけど、この義務っていうのは何で生まれてます？民法の世界みたいに契約で生まれてるでしょうか。契約っていうのはお互いの意思が合致してますよね。お互い納得してるかというと A さん納得してるわけないですよね。だからここが民法の世界との違いです。民法の世界っていうのはお互い納得して契約をして権利義務が発生することが多いんだけど、行政法の世界っていうのは免許停止処分なんかいやもちろんね A は違反したからしょうがないなって思ってるかもしれないけど、少なくとも公安委員会と A の契約でこれは発生してるわけではない。でもなんで契約もしないで人に義務を課したり権利を奪ったりできるか、その根拠は法律しかないんですよ。だから行政法の世界では法律で決まってるから処分ができて義務を負うって構成になってるんです。だからこれは契約ではなくて法律が支配する世界ということになります。だから契約が支配する民法の世界と法律が支配する行政法の世界っていうのを少しね分けて考えられるようになってください。で、行政処分の定義をもう一回見てみましょう。行政が法律の規定に基づいて国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分で、この行政処分っていう定義の中には一方的っていうのが入っています。要するに契約でやるわけじゃないから一方的に権利を奪ったり義務を課す、それ一方的、一方性が入ってるっていうのをぜひね知っておいてください。でこのように公安委員会が一方的に A の義務を A に義務を課したり権利を奪ったりするのをこれね公権力制ということがありますので、これもちょっとメモしておいてください。一方的に権利を奪ったり義務を課す。よろしいでしょうか。じゃあ6ページの下から2行目ですね。でこの行政処分の取り消しを求める訴訟等、他にもいろいろあるんですけど、一番多いのは取り消し、行政訴訟と言います。だからややこしいんだけど A さんこの免許停止処分を取り消せば免許停止処分がなかったことになるから運転できる状態になる。行政処分の取り消しを求める訴訟など行政訴訟といって、これは行政事件訴訟法という法律が規定しています。よろしいでしょうか。でここまでで裁判手続き一段落なんですけど、ちょっとね伏線を回収していきましょう。2ページ目に戻ります。まず2ページ目のねこの裁判の種類のこれ覚えてます？また行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、広い意味で民事事件に含まれるってところがありました。これなんででしょう？もう答えられます。これなんで行政事件は民事事件なのか、これは権利義務に関わるから結局ってことです。さっきの行政訴訟も結局は運転できる権利とか運転でしてはならない義務とかそういうものに関わる、権利とか義務に関わる訴訟だから、これ広い意味で民事事件ということになります。これは知っておいてください。結局民事裁判も権利とか義務に関するもの、行政事件、行政裁判も権利義務に関するものだから民事事件の一種です。人に刑罰を科す刑事事件とは全然違う。そういう話になります。よろしいでしょうか。じゃあ1ページ目に戻ります。この9もまだやってなかったですね。で、なぜ民法、刑法、憲法という順番に講師は書いているのか。はい、これはね、簡単に言うと歴史です。刑法と民法どっちが先かは置いといて、憲法が歴史的には一番後なんですよ。でこれね別に歴史学の講義じゃないので正確性とか難しいこと言わないんですけど、取ったもの返せっていうのはなんかね原始時代からありそうじゃないですか。自分のものだからなんで取ってんだ返せってのは。あとはやっぱ泥棒良くないよね。泥棒したものを処罰しようっていうのは少なくとも農耕ができた頃からありそうですよね。なので民法刑法ってのは原始的な法律なんです。で一方で憲法というのはでここでいう憲法っていうのは人権とか統治機構が書いている近代的な憲法なんですけど、これはね国民国家ってものができてからなんです。まあ要するに近代になって初めてできた概念だ。だって人権って概念だってかなり最近ですよね。なので憲法ってのは本当に最近できた概念です。ちなみにこれも憲法でやりますけど、聖徳太子の17条の憲法っていうのはあれはちょっと意味が違う憲法になります。なので近代的な意味の憲法っていうものは最近できた。だからこれ歴史なんですね。よろしいでしょうか。では7ページ目に参ります。セクション3、大陸法と英米法。これは一般的にはね法哲学っていう学問分野で扱われることで、法哲学は司法試験には出ないんですけど一応基礎として知っておく必要がある。あと憲法でも出てきます。でここはねはっきり言って日本は大陸法の国なんですよ。我々は大陸法にどっぷり使ってるんで英米法ってのはかなり理解しにくいです。なのでざっくりとふんわりとでも理解できれば十分です。というか英米法自体ね大陸法系の国はラフジャスティス、ラフってのは乱暴なって意味でラフジャスティスと言って非難するぐらい向こうは向こうでねこっちがおかしいって言うんだけどざっくりしてます。英米法ってのはそもそも見ていきましょう。大陸法と英米法、世界レベルで見ると近代的な法は大陸法と英米法という2つの法系に分かれます。近代的法っていうのはあくまで近代ヨーロッパベースだと思ってください。他に当然イスラム法とかねいろんな法分野はあります。で大陸法、我々は大陸法です。で大陸法って、ね、ヨーロッパ大陸をイメージしてください。ローマ、イタリアのとかあの辺りですね。あとフランスとかドイツ。で日本は基本的にドイツの法律を明治時代に輸入したので大陸法です。で大陸法はローマ法とゲルマン法の融合によってできたといえる法系である。でこの法系に属する国は多い。で一般に成文法主義を採用している。それか成文法じゃない法律ってイメージ湧きます？そもそも原理的におかしいって考える人が多いと思うんですよ。法律ってだって文章の形になってないと法律じゃないんじゃないのか。それは皆様方が私もそうなんだけど大陸法の文化にどっぷり使ってるからです。だから当たり前なんですよ成文法が。でアジアの国でも基本的にドイツとかフランスの植民地を経験した国は大体大陸法です。で英米法、これ英米法はゲルマン法、アングロサクソン法を起源とする法系でアングロサクソン諸国で採用されている。そして一般に判例法主義を採用している。でイギリスも、まあ、アメリカちょっと独特なんでイギリスを典型例でいきますけどイギリスももちろん成文法あります。でも成文法がない分野もたくさんあるんですよ。そうすると裁判起こった時どうするかというと、過去の判例ではこうこう言ってるでこの判例に近いからこうだそうなんですね。それが英米法の国です。わけわかんない人いると思うんですよ。私もね最初わけわかんなかった。そういう裁判が行われるのが英米法です。でわけわかんないと思うんだけどとりあえず先進みましょう。大陸法と英米法の比較。大陸法の代表国はドイツ、フランスです。で法制度は成文法主義で沿革はローマ法を継承。ローマ時代のローマ法からずっと来てるんですね。でローマ法は成文法です。もちろんローマ法昔の法律なんで不十分な点も多いんですけどでもね2000年近く前にできた法律にしてはかなりね洗練されてるそういう法律です。でそういった成文法を受け継いできたから成文法なんです。で英米法、英米法はイギリス、アメリカで法制度としては判例法主義です。過去の判例でこう言ってたからってことです。で遠隔としてはコモンローから発展です。でねここの黒ポチ見てください。大陸法系の諸国では抽象的な原則を樹立した上で、それを具体的事実に演繹的に適用するという手法が用いられる。難しく書いてますけど、別にさっきやったことなんです。1ページ目戻ってください。1ページ目の民法709条不法行為の条文です。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。こういった法律は大陸法なんで抽象的ですね。で、この抽象的な法律を具体的事件に当てはめる。で、なんで民法709条抽象的になっているかというと、いろんな事態に対応できます。これ例えば、わざと物を盗んだ人の損害賠償にも対応できるし、殴った傷害犯人にお金払えっていうのも使えるし、交通事故ってわざとやらないで過失ですよね。交通事故の損害賠償にだって使える。いろんな事件に使える抽象的なルール、それが民法709条。大陸法の法律の条文っていうのは抽象的なんだけど、これを具体的な事件に当てはめていく、こういう作業をしていくんです。で、割とこれは皆さん大陸法に、国々に生きてると思いますので、割と納得できる。で、7ページに戻ります。英米法の諸国はある事件が起こると、その先例となる事件を探し、そこから機能的にその事件に適用すべき法原理を見出すという手法が用いられる。先ほど申し上げた通り、英米法の国々では裁判が起こったら、似たような判決を昔あったことを探してきて、これと同じ似たようなものだからこの通り判決しますってやる。で、ここで一つ疑問起こります。それって恣意的になりませんかって話。だってその裁判官がこっちの判例が似てるってなったらこっちの判例、こっちの判例が似てるってなったらそうなりますね。でもね、英米法の国ってそれでいいんですよ。で、ちょっとね、誤解を恐れずに言うと、英米法の裁判は民主主義です。多数決で黒と言ったら黒なんですよ。だってアメリカの陪審裁判って映画とかで見たことあるかもしれないけど、陪審の多数決で決めますよね。で、そこにはこのルールを適用したらこうだろうか、そういう話じゃない。多数決で裁きましょうっていうのが基本的な英米法の発想なんで、それでいいんです。で、じゃあ裁判って何かというと、法律を作る議会と違う人たちが裁判をするってところに意義がある。結局のところ多数決でいい。それが英米法の発想。一方、大陸法系はそうじゃない。ルールがあって、それに合致するかどうかを判断するのが裁判なんだ。そういった根本的な発想の違いがある。で、それでイメージをつけてください。いいでしょうか。で、米印。日本は民法、刑法などをはじめとして基本的には大陸法系に属します。ただね、憲法刑事訴訟法とはあくまで大陸法なんだけど、アメリカ法の影響は大きく受けてます。なんでかというと、日本は第二次世界大戦で、GHQ に占領されまして、その時に憲法とかあるいは刑事訴訟法改正されたわけで、アメリカの占領があったのでアメリカ法の影響が強いってことです。ただ成文法である以上大陸法系です。いいでしょうか。じゃあ次、法の支配と法治主義。国民の権利自由を権力から守るための2つの考え方があります。で、これ憲法にも出るので、これはすごく大事です。まず法治主義。法治主義っていうのは行政権に対する不信から生まれたもの。行政権を議会が作った法律で縛ることが目的です。で、これどういうことかっていうと、法治主義っていうのは行政権が暴走している世界の中で生まれてきた原則です。例えばね、ヨーロッパの絶対王政って時代は王様が好き勝手やってたんですね。で、王様っていうのは基本的に行政権なんですよ。で、後でやりますけど、王様から独立して議会があって、王様から独立して裁判所があっても好き放題やってた時代がある。で、この王様の権力を、行政権を縛るために議会が法律を作って何とかする。これを法治主義と言います。で、イメージとしてはこんな感じです。で、法律を作る機関を一般名称で議会と言います。これは立法権を担います。で、日本における議会は国会と言います。で、行政権を担うところを政府と言います。日本の政府は内閣にあたります。書いてみましょうか。日本ではこれ国会ね。で、政府は日本では内閣。で、これ行政権を担います。で、司法権を担うのは裁判所。一般名称でも裁判所だし、日本でも裁判所。で、このような三権分立が取られているっていうのは、知ってる方も多いと思います。で、法治主義ってのはとにかく政府の暴走を防ぐとこに主眼があるので、議会が作った法律で政府を縛る。で、法治主義っていうのは基本的に大陸法系発想で、やっぱり国会が一番、議会が一番って発想あります。だって国民の選挙で選ばれた議会がナンバーワンじゃないですか。だからナンバーワンの議会が政府とかを法律で縛っていくっていうのが法治主義になります。一方で、ここに書いてある通り、法の支配とは行政権と立法権に対する不信から生まれたもの。行政権と立法権、時には司法権をも自然法、憲法によって縛ることが目的。これ何言ってるかというと、法の支配っていうのは、これ英米法的発想です。議会の作った法律より上位の自然法っていうのがあるんですよ。自然法というのは当然英米法なんで書かれてません。文書の形になってない。この自然法が議会も政府も裁判所もこれ全部縛っていくというのが法の支配です。で、ここで大抵ね、もう頭割れそうになるんですね。何を言ってるのかって話ですね。ただこれもね、大陸法と英米法の違いに属しているので、順序よく説明していきますので、まず板書を取ってる人は板書してください。8ページいきましょう。で、まず括弧1、法の支配からいきましょう。で、レジュメにはね、表面的なことを書いておきました。法の支配とは、まずね、この法の支配の法は法律って読んじゃうとわけわかんなくなります。これは法律ではありません。もっと上位のルールです。法の支配とは、支配権力は法律より上位のルールの下に置かれ、その定めに従って行使されなければならないという原理で、イギリス起源です。で、支配権力って何かというと、三権の権を思い浮かべていただければ分かりやすい。支配権力とは法律を作る立法権、法律を執行する行政権、裁判を行う司法権に分類できる。この3つの権力を全部縛るってことです。で、なんでイギリスは、本当はね、議会ってだってみんなの選挙で選んだから議会が一番偉いはずじゃないですか。なんで議会も自然法で縛ることにしたかっていうと、これはね、イギリスの歴史なんですね。イギリスは、まあ、すごくざっくり言うと、まあ、クロムウェルとか聞いたことあるかもしれないけど、その時代のあたりから議会と王様がしばしば結託して国民の人権を侵害していたって簡単に言うとそういう歴史があるので、議会も信用してないんですよ、国民が。だから議会も何か変なことをやるから全部縛ろうっていうことで、議会、政府、裁判所を縛る上位概念の自然法っていうのを想定したっていうことになります。でこれ建前論ね。建前論として国民の権利自由の保護を重視する視点に立っている。なぜかというと全ての権力を縛っているから。で法の実質的な内容に関心が強い。これどういうことかっていうと、自然法って成文法ではありません。ということは逆によく言えば柔軟な対応ができるわけですよ。何でもできるから。一方では恣意的になるっていうのもあるけど、柔軟な対応ができるから法の実質的な内容に関心が強いこと。法を発見する裁判所が法の担い手として重視されるという特徴が、はい、ここ、これどういう意味でしょう。裁判所が法の担い手として重視される。これすっごくオブラートに包んだ表現です。でね、法の支配の図見てください。自然法が政府、議会、裁判所、縛る。はい、これ建前論です。自然法って実際に確定するの誰ですか。質問変えましょう。法とかルールってどういう場面で問題にあります。もちろん日本が自衛隊誰か攻めてきた時に武力行使できるのかとか、そういった議論もありえますが、一般的には裁判になった時に法律って出てきますね。ってことは自然法を決めるのはこいつなんですね。結局裁判になった時に裁判官がこれが自然法だって言って適用するんで、実はこれ司法権重視なんですよ。結局のところ何が自然法かっていうのは実質的に裁判所が決めるってことです。だって裁判所で法が適用されるから。ということでオブラートに包んで言えば裁判所が法の担い手として重視される。もっと言うと裁判官が何が自然法かを確定していく。ということで司法権重視になります。でもちろん立法権を縛っているので、法制定権力たる立法権に対する抑制原理としても重要な意義を持っている。そういうことになります。でもうちょっと理解していただくために少し深めましょう。で英米法の国は裁判所が法を発見するっていうんですね。要するに何が自然法だって適用することを法の発見と言います。ただ対立法的な感覚ではそれって裁判官が法律を作ってませんかって発想になるわけですよ。でそこの矛盾もね、ちゃんとイギリスのシステムにあって、実はイギリスは十数年前まで裁判官の一番偉い人は貴族院の国会議員です。だから実はね、議会と裁判所って割と一致してたんですよ、イギリスって。昔というか本当の10年前ぐらいまでで、最近それが良くないということで分離され始めたんですけど、基本的にはここが未分離だったので裁判所が法を発見してもいいってことになってました。まあそんな感じのシステムが法の支配です。いいでしょうか。で次、形式的法治主義です。法治主義には形式的と実質的があるんですけど、まず形式的から押さえていきましょう。でね、なんでか知らないんだけど、司法試験とか総合職の試験で法治主義って何も書かれずに出たら形式的法治主義のことを指しています。なので法治主義でって書いてたら形式的法治主義のことだと思ってください。で形式的法治主義とは行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め、難しく書いてますけど、議会の法律によって行政権がある、司法権があるってことです。でこれらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理で、19世紀のドイツ起源です。で、個人の権利や自由を国家権力の乱用から守ることを目的としている。で、国権の最高機関の地位は議会です。で、法治主義の図を見ましょう。で、法治主義は議会重視で裁判所重視ではありません。英米法と違って。で、なんでかって言いますと、大陸法の国々では裁判所ってのはあまり信頼されてないんです。これもね、一番分かりやすい歴史を言うとフランス革命。フランス革命って民主主義を達成したすごい革命だっていう、もちろん評価もあり得るでしょうけど、たくさんの人をギロチンに送った。そしてそれは裁判所が積極的にやっていた暗黒の時代だっていう評価も当然ありますよね。で、そんなことをやっていた裁判所はあんまり信頼できない。だから民主主義の議会の法律が最高だ。そういう発想なんです、法治主義っていう。ただ、法治主義はこれ議会の暴走を止められないというデメリットがありました。で、括弧3いきましょう。法治主義と法の支配の比較です。原理。形式的法治主義は行政権と司法権を議会の定める法律の下に置き、行政権と司法権の行使は法律に基づかなければならないとする考えです。で、起源。大陸起源19世紀頃から。で、特徴は議会が最高機関で行政権と司法権がこれに服従しています。ただね、さっきの図に足しますと、これ形式的法治主義だと、議会は政府を法律で縛って裁判所も当然法律で縛れるんですけど、議会を縛るものが何もない。英米法の法の支配だったら議会の上に自然法があるから議会も縛られる。ただこれは、立法権は何者にも拘束されない。そういった弱点があったんですね。で、これはまあしょうがないんです。19世紀とか20世紀初頭は議会の作る法律を縛るって発想はあまり大陸法系の国ではなかった。民主主義によって選ばれた議会が作ったものだから、それは全部正しいんだって前提に立っていた。でも議会って時には暴走するんですね。少数国民の人権を侵害するのは立法がなされたりで、憲法でよく出てくるのがナチスドイツで、ナチスドイツはあれは完全に合法的な選挙で選ばれた合法政党だったんですよ。そういった合法政党が暴走することも考えられて、法治主義、少なくとも形式的法治主義は良くないとされました。そこで今はその下の米印見てください。現在のドイツやフランスでは議会も憲法で縛られるという実質的法治主義の考え方が採用されています。これはね、法の支配にだいぶ近づいてくるんですけど、こういった感じ。これは自然法と言わずに憲法があって、憲法が全部を縛って議会、政府、裁判所で、憲法が全部を縛るんだけど、で議会が作った法律も政府や裁判所を縛る。こういった二重構造になっていて、議会の暴走にも対応できるのが実質的法治主義。現在のドイツ、フランスはこの実質的法治主義が採用されています。形式的法治主義は非常にね、担当なんかにも出るんで理解しておいてください。形式的法治主義は議会を縛るものがない。実質的法治主義は議会も憲法で縛られる。そういうことになります。で、法の支配は8ページ目の表の横なんですけど、これ支配権力、立法権、行政権、司法権は全て法の下に置かれ、法に従って行使されなければならないという考え方で、イギリス起源で17世紀中頃からです。で、特徴としては立法権、行政権、司法権全てに対する抑制権。で、結局自然法っていうのは発見するのは裁判所だから、実質的には司法権重視になります。あと、書かれてない法、自然法だから、実質的内容を探求できて、法の実質的内容に関心があるってことです。で、米印、どちらも国民の権利自由を保護するという目的は同じなんですが、形式的法治主義は議会の暴走には対応できなかった。だから今は実質的法治主義が取られているということになります。よろしいでしょうか。なんか今年の受講生さんは結構理解が、ちゃんと理解してくれてそうなので、少し高度なお話もしておきましょう。じゃあここで法の支配と実質的法治主義って何が違うのって話が出てきますね。なんか似てるじゃないですか。法の支配は自然法がバーンってあって、議会、政府、裁判所全部縛る。実質的法治主義も憲法がバーンとあって、議会、政府、裁判所全部縛る。で、これはね、同じって考える説もあるんだけど、若干の違いを言うと、それは英米法大陸法に由来します。どういうことかっていうと、法の支配の方が自己規制的と言われます。要するに自然法の内容っていうのは裁判をやらないと確定してないわけですよ。だから裁判やってみて初めて、あ、これまずかったねって分かるっていう意味で自己規制的と言います。自己規制、事前規制は憲法でも非常に重要な概念なんで、ぜひここでマスターしてください。要するに自然法って最初からね、書かれてないから、実際にこの議会の行動が自然法違反かどうかっていうのは裁判やらないと確定しない。だから自己規制的と呼ばれます。で、一方で実質的法治主義はもう分かりますよね。その裏返しということは、実質的法治主義の方は事前規制的ということになります。なぜかというと、憲法っていうのは大陸法系ではあらかじめ書かれてるから、憲法違反かどうかっていうのは事前に分かりやすい。事前に分かりやすいってことは、事前にね、あ、これ憲法違反だからやめておこうってブレーキがかかるので、事前規制的と言われます。自己規制、事前規制がどっちがいいかというのは一長一短ありますが、この概念はね、ぜひ知っておいてください。自己規制、事前規制。よろしいでしょうか。それではここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。で、レジュメの9ページ目の続きからですね、セクション4、裁判の基準です。で、ここはどっちかというと用語の確認という要素が強いんですけど、この用語知らないとね、今後も混乱しちゃうんで、しっかりやっていきましょう。で、実は裁判官が裁判をする際によるべき基準は法律だけじゃないんです。で、法源、これ法律も含んだ概念です。法源とは裁判官が裁判をする際によるべき基準になります。もちろん法律も法源の一種です。で、これ制度上の法源と事実上の法源がある。で、制度上の法源は裁判官が制度的に従うべきもので、成文法や慣習法がこれに当たる。裁判官というのは当然法律に従わなきゃいけないので、成文法で文書の形になっている法律には従う義務があります。で、実は日本でも例外的に慣習法といって、書かれてないけどみんなの慣習になっているような法律が、すごくね、少ないんだけどあります。で、その慣習法にも従わなきゃいけない。で、事実上の法源は裁判官が事実上従っているもので、判例や条例がこれに当たる。で、これもね、法律家がよく使う表現なんですね。事実上従うって何か。これでも最近分かりやすい例がありますよ。2020年の4月にコロナの問題で緊急事態宣言出ましたね。でその時って外出しても罰則ないですよね。というか法律上外出するなって義務すらなかったですね。ということは法律上従う必要はなかったんです。でもなぜかみんな割と従ってた。それが事実上従うって意味ですよ。これ事実上従ってる。法律上は全く義務ないんだけど、でも、いろんな理由から実質は従ってる。だから従わなくても何も罰則はないし、法律上のペナルティもないんだけど事実上従ってるもの。これは判例や条理がこれに当たります。で、実際に条理に従うんだと、いろんなね、ことはあるんですけど、とりあえずそんなイメージを持ってください。じゃあ2、成文法です。これ成文法は制定法とも言います。成文法制定法とは公的機関によって制定され、文章の形に表現された法律のことを言います。で、対義語としては不文法です。日本は不文法は基本的にはありません。日本は成文法の国です。で、上位の法規に抵触する下位の法規は効力を持たない。これを成文法の段階構造と言います。どういうことかっていうと、実はもうね、皆さん知ってる段階構造は憲法と法律です。憲法と法律は憲法の方が上のルールなんで、法律と憲法が矛盾したら憲法が優先される。で、実はね、この階層ってもっとあるんですよ。見ていきましょう。で、過去に法令の種類。法令ってのは法律とそれ以外のルールを含めた概念です。法律ってのは議会、日本でいう国会が制定した法規範のことを法律と言います。で次、政令。実は内閣ってのは大臣の集まりね。総理大臣を筆頭とするいろんな大臣の集まりの会議を内閣といって、行政権の担い手なんだけど、内閣が制定した法規範を政令と言います。これね、後で具体的にやるんだけど、大雑把なところは法律で定めて、細かいことは内閣が決めていいよってやることがあるんですよ。だから大雑把なことを法律で決めて、政令で細かいことを決めるっていうのがたまにあります。その場合は法律の方が上で、さらに省令っていうのがあります。これは各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範で、これね、内閣っていうのは大臣の集まりですね。各省大臣というのは例えば外務大臣1人で決めたってことです。だから各省で定めたのと内閣全体で定めたので違う。各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範、こんなものを言います。でね、省令とか政令とか法律のイメージ湧かない人いるかもしれません。ただね、例えば皆さん多分小学校とか中学校で勉強した時に、例えば円周率とか習ったと思いますけど、あれってのは学習指導要領ってもので決まってます。でもね、よく考えてきてください。学習指導要領で小学校何年生で円周率を教えますっていうことまで国会で議論する暇あります？いや、もちろんね、大事なことだったら議論すべきなんですけど、そこまで議論する暇ないんですよ。なのであくまで法律ってのは教育基本法とかすごい大まかなところだけを決めて、細かいことは各省大臣に任せるよってのがよく行われてるんですね。そういった細かいことを決めてるのが省令とか政令だと思ってください。でその中でも比較的大事なものは内閣全体で決めて、すごく細かいことは各省大臣が決める省令ってものに委ねられてます。そして命令っていう概念をぜひ知っておいてください。これは政令と省令を合わせた概念が命令です。で法令って概念は法律と命令を合わせた概念を法令と言います。なのでよく契約書とか、あるいはね、何かの誓約書なんかに、私は日本国の法令に従いって書いてることがあるんですよ。これって意味は法律とその他の行政が作ったルールには全部従います。つまり日本のルールには全部従いますって意味なんですね。法令に従うっていうのは。これぜひ覚えておいてください。で、成分法の段階構造、これ大の方が偉いのね、強いってことです。憲法が一番上位で、その次法律で、その次命令で、最後に条例が来ます。条例ってのは一番下に書いてる通り、地方公共団体の議会が定めた法規範、これも憲法でやるんですけど、地方公共団体、例えば東京都っていうのは条例を作ることができます。で、例えばね、タバコポイ捨て条例とか聞いたことあるかもしれないけど、あれは地方公共団体が作ってるんですね。で、この条例ってのもルールなんだけど、地方だから国のルールよりは劣後します。地方が一番最後、憲法法律命令の方が上位で、地方のルールが一番最後、この順番を覚えておいてください。で、命令の中でも政令と省令は政令の方が上、内閣みんなで作った方が上、大臣一人で作ったものよりも。もちろん外務大臣の省令って言ったって外務大臣が作るわけじゃないですよ。実際は外務大臣をトップとする外務省の役人が作るわけですけど、それってのはトップが作ったものとされますよね。だから省令は大臣一人で作ったもの、政令は内閣みんなで作ったもので、政令の方が上ということになります。あと憲法と条約、条約ってのは国と国との約束です。まあ、日米安全保障条約とか聞いたことあるかもしれないけど、そういった国と国の取り決めの条約でね、憲法と国と国の取り決めの条約がどっちが優位かっていうのは、実は憲法で議論されている問題で争いがあります。ただ判例は憲法優位説なので、それに立つと憲法の方が上で条約が次ということになります。まあ、これもね、ぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次の米印です。成文法の読み方です。で、条文は条、項、号の順番で規定してされています。で、これね、いきなり条、号ということにも、なっていることもあります。で、これなんですけど、ちょっとね、六法をお持ちじゃない方もいると思うんですけど、六法を持っている方は、民法95条を引いてみてください。民法95条です。ご自身のスマートフォンでね、民法95条って検索していただいても構いません。民法95条。ズームの方もね、スマートフォンとかパソコンとかで民法95条って検索したら出てくると思います。民法95条。出てきましたか。で、95条の次に丸1って書いてますよね。で、その下に2とか3とか書いてますよね。で、これね、ちょっと書きますけど、95条丸1って、ニョロニョロって書いてあって、で、関数字の1、2って書いてあって、2、3、1、2って書いてあって、4、こういうふうな構造になっていると思います。でね、丸1がない場合もあります。で、このね、1234の数字、95条の次の数字を項と言います。これ項ね。で、この次の関数字の1とか2を号と言います。で、95ってのは条ですね。条、項、号っていう順になっている。これはぜひ覚えておいてください。で、せっかくなんで95条も見ておきましょう。民法95条、こう書いてます。95条1項、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。1.5 意思表示に対応する意思を画策。2号、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤、こんなことが書いてあります。まずはね、1項とか1号とか、この上項号の順番を理解してください。ちなみに民法95条はね、大体ね、民法の入門講座の3回目ぐらいに出てくる錯誤と呼ばれるものです。いわゆる勘違いのものを買った場合の処理について規定するものです。ちょっと条文見ていきましょうか。意思表示っていうのはとりあえずね、売りますとか買いますの意思表示だと思っていただけると分かりやすい。例えばそれ買いますって言った意思表示は次に掲げる錯誤。錯誤も正式な定義はあるんですけど、勘違いだととりあえず思ってください。次に掲げる勘違いに基づくものであって、その勘違いが法律行為、契約だと思ってください。契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。1号、意思表示に対応する意思を画策。これ何かっていうと、売りますって言うつもりがないのに売りますって言っちゃったとか、そういうこと。買いますって言うつもりがないのに買いますって言っちゃったこと、これは正式な定義民法でやるんで今別に書き取らなくてもいいんですけど、そういったもんだと思ってください。でね、買いますって言うつもりがないのに買いますって言っちゃう人いるかって話なんだけど、通信販売とか考えるといそうじゃないですか。要するにポチって押すつもりがないのに押しちゃったとかね、そういったことはあり得るので、これあります。で2号、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。これ要するにあれですよ、美味しいと思って買ったら美味しくなかったとか、そういう話、そういうのが規定されてるんだなととりあえず思っておいてください。これね、正式な定義をちゃんと民法でやります。いいでしょうか。じゃあ次いきます。あとね、レジュメの続きでね、上5となっているものもある。これ会社法2条ってものを探してみてください。会社法って法律があるんですね。これまさに株式会社とかについて定めた法律です。2条定義。この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。1号、会社、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を言う。定義規定がずらずら並んでる。こういうふうに条文の次にいきなり号が来るパターンもあります。いいでしょうか。でとりあえず上をこう号を知っておけばなんとかなるんですけど、細かい内容はさらにね、セブンサミット11ページ12ページあたりに書いています。これはね、講義で時間が余ったら見ますけど、暇な時にも見ておいてください。いいでしょうか。じゃあ次10ページ目いきます。で次3、慣習法ですね。慣習法とは慣習のうち法としての効力を認められるものを言う不分法である。で慣習なんでこれみんながね本当にやってる、だからみんながルールとして認めるものじゃないと慣習法にはなりません。例えば閣議、これ内閣の会議の議事は全閣僚一致で決定される。これ内閣の集まりのね閣議は全一致じゃないとね、これ決議にならないんですよ。これどこの法律にも書かれてませんけど、慣習的にこうなってるから、これ慣習法だと言われます。あとはですね、温泉権、温泉を引く権利の温泉権ってあるんですけど、これはね民法のどこにも条文書いてないんだけど、これもみんな認めてるから温泉権ってものがあるとされます。そんなのが慣習法です。ただやっぱり日本は成文法の国なんで、慣習法は成文法に対する補助的な存在となります。成文法の優位と言います。当然書いてる方が上、ただし小慣習は民法に優先する。なんかややこしくなってきましたね。でこれ後でね特別法ってやったら分かるので今飛ばします。じゃあ次4、判例いきましょう。判例とは講義には裁判例、判決例のことを言うが、教義には判決の結論を導く法的理由付け、判決理由を言う。再協議には最高裁の判決理由を言う。ややこしいですね。で、判例って言葉もね、多義的、いろんな意味があって、一番狭い意味は、一番よく使うんだけど、最高裁の出した判決理由を判例ということがあります。で、もうちょっと広い意味は、最高裁以外の裁判所も含めた判決の結論を導く法的理由付け、判決理由を言います。で、もっと広い意味は裁判例、判決例のことを言います。判決理由って難しいですね。これ何かというと、そのうち分かってくるんですけど、法律の解釈について重要な結論を示したみたいなイメージです。で、この講義の裁判例というのは単にこういう裁判があったよみたいな紹介。これが講義の裁判例。協議は法解釈でここが重要な点について結論を示した。そんなのを判決理由と言います。で、成文法主義を取る我が国では、判例は制度上の法源ではありません。ただ、判例変更をするのは簡単ではないので、判例は事実上の法源として現実には強い拘束力を有する。これどういうことなんでしょうね。まずね、ゆっくりいきましょう。判例の読み方として1個、南九州税理士会政治献金事件というのを挙げています。これちょっと見てみましょう。事案、公益法人である税理士会が会員から政治献金の目的で特別会費を強制的に徴収することが許されるかが争われた。これ憲法で重要な判例なんですけど、まずね、世の中には皆さんイメージ湧くと思いますけど、税理士って職業があります。これは他人の税金の申告を代わりにやってくれる人で、これは資格が必要です。で、資格を得て、例えば税理士試験に受かっただけじゃダメで、税理士会っていう組合みたいなものに登録しないと絶対業務できないんですよ。で、強制的に入らなきゃいけない税理士会が会員から政治献金の目的で特別会費を強制的に徴収できるか。で、要するに会員の中にはいろんな思想を持つ人がいて、自民党が好きとか共産党が好きとかいろいろあるわけですよ。で、1個の政党に寄付すると、その政党好きな人はいいかもしれないけど、他の政党の支持者は文句つけるわけですよ。なので、そんな特別会費の徴収が許されるのか。で、判子見ていきましょう。税理士会は強制加入団体で、会員には脱退の自由もないのであるから、さまざまな思想、信条及び主義主張を有するものが存在することが当然に予定されており、そのため多数決原理に基づく税理士会の活動やそのための会員への協力義務の要請にもおのずから限界がある。で、11ページ、そして規制法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄なので、特別会費徴収の決議は無効であるとしました。これ憲法でしっかりやりますけど、要するに会員には税理士会絶対入んなきゃいけない。脱退の自由もない。嫌だから抜けるってことできないんですよ、税理士をやりたいなら。で、かつみんないろんな思想を持ってるんだから、税理士会はそんなことしちゃダメだっていった判例ですね。で、これ全部判決理由です。要するに結論を導くのに全部理由ですよね。なので、この判例は全部判決理由になっています。いいでしょうか。で、次ね。判例変更をするのが簡単ではない。これについて少し説明していきます。このね、南九州税理士会政治献金事件で、税理士会は、政治会費の特別徴収できないよって判例が出ましたね。で、その後の裁判で地裁で特別徴収できますよって判決が出たらどうなります？絶対相手は最高裁の判例と違って控訴しますよね。で、さらに最高裁の判例と違って上告も当然しますよね。ってことは結局最高裁まで争われて、最高裁で変えるかどうかが争われるんだけど、これそこまで覚悟ないと地裁は判例に反する判断出さないってことですよ。一旦判例に対する判断出されると確実に上の裁判所に行ってガチガチに審議される。だから自信を持って私は裁判官としてこれ間違ってるって思って判例を変えること以外はしないんですよ。だから一度判例が出ちゃったら事実上の法源として現実には強い拘束力を有する。もちろん変えることもできるんだけどそう簡単に変えられない、そんなイメージを持ってください。いいでしょうか。では次11ページいきましょう。5、条理です。条理とは具体的な事件についてその事案に即した妥当な解決を考える際のルールで、社会通念って言った方が分かりやすいと思います。社会通念とも言います。でこれ不分法です。だから不分法って言っても法律ってほどのものでもないんですよね。でよくあるのがこれ行政法とか憲法とか刑事訴訟法で出てくるのが警察比例原則、あるいは比例原則とも言います。これは権利自由の制約は社会公用の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないという原則、比例原則という用語は覚えておいてください。これね、よくね伝統的な行政法の教科書ではこう書いてます。スズメを撃つのに大砲を使ってはならない、やりすぎってことですよね。要するに簡単に言うと比例原則っていうのはやりすぎはダメだってことです。例えば極端な例を挙げます。お巡りさんがこの人薬やってんじゃないかっていう人を職務質問しようとするとその人が逃げた、ちょっと手を軽く掴んで捕まえるぐらいは許される。でもその人をいきなりねピストル抜いて足を打ち抜くのは絶対許されないですね。なんでかというとそれはやりすぎだから。そういうのを比例原則違反って言います、法律の言葉で。比例原則という言葉はぜひ、覚えておいてください。で民事事件においては条理は法源になります。それに対して刑事事件においては罪刑法定主義の観点から条理が直接の法源となることはない。また難しい言葉出てきましたね。罪刑法定主義がすぐ後で出てくるので、これ先に進んでしまいましょう。ちょっと今やっておきましょう。罪刑法定主義って簡単に言うとね、犯罪と刑罰は漢字のまま、犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない、漢字のままです。ってことは何が犯罪になってどういう刑罰があるかはガチガチの成文法で書かなきゃいけないですね。だから条理みたいなものは使っちゃダメってことです。いいでしょうか。これもね憲法でやります。罪刑法定主義というのは犯罪と刑罰は法律で定められていなければならないという原則です。よろしいでしょうか。では12ページいきましょう。セクション5、法の分類です。で公法、私法、社会法で法律って日本には8000ぐらいあるんですけど、その法律を分類してみましょうという話です。で分類の方法はいくつかあります。代表的な2つをご紹介しましょう。1、公法私法二分法です。公法私法二分法とは法律を公法と私法の2つに分ける分類方法です。で公法とは国及び公共団体の私人の関係を規律する法のことを言います。国家権力が直接国民に介入するような法で、憲法とか行政法とか刑法とか民事訴訟法、刑事訴訟法、こんなのが公法です。一番最初に国家、私人 A、私人 B って図ありましたね。あれの国と私人の関係を規律する、定めるルールが公法ってことになります。だから刑法とか憲法は公法です。で一方私法とは私人間の関係を規律する法のことを言います。で民法、一番最初にやった図では私人 A と私人 B の関係が民法ですよね。で商法っていうのは民法の商売絡みの法律だと思ってください。これも個人間の法律です。でね、ここで疑問が出てきます。公法の例見てください。憲法、これ国と人との関係だった。行政法も免許取り消し処分とか国と人との関係だった。刑法も国が人を処罰する。刑事訴訟法も刑法絡みの裁判だからいいとして、民事訴訟法ってのは民法の裁判、民事裁判の手続きを定めた法律なんだけど、なんで民法が司法で民事訴訟法が公法か。これはね、簡単。民事訴訟法ってのは民事裁判手続きを定めたもので、裁判所ってのは国の機関ですね。だから国の機関と私人の関係のルールだから民事訴訟法は公法になります。若干引っかかりやすいところで、どちらかというと公務員の人が割と問題に出るかなっていうところです。でしかし公法と司法の2つで割り切れない法律も出てきた。例えば労働法は伝統的には司法とされてきたが、公法的側面があることも否定できない。でこれね、まあ6本お持ちじゃない方もいるので、ちょっと口頭でお話しいたします。まず労働法って法律はなくて、これいろんな法律の集まりです。労働基準法とか労働契約法とか、いろんな法律の集まりを労働法っていうんですね。で労働法っていうのは基本的には私法、司法のことを私法って言います。司法です。なぜかというと、例えばね、工場でアルバイトしたんだけど給料払ってくれない、お金払ってください、これも労働法ですよね。でも一方で1日8時間労働が原則だって習ったことあるかもしれない。これね、8時間を超えて使用者が労働させると刑罰もあるんですよ。刑罰もあるってことは刑法絡みだから公法の側面もありますよね。だから労働法って不思議な分野で、民法的な部分も司法的な部分もあれば、規制とか刑罰とか公法的側面もあるんですよ。なので労働法分類できないね。そこで公法、司法、社会法による三分法が提唱されました。他にね、独占禁止法っていって、独占はダメだよっていう法律も公法か司法かよくわからない、よくわかんない法律いっぱいあるんですよ。なので三分法っていうのが出てきました。かっこに公法、司法、社会法による三分法です。公法、司法、社会法による三分法とは、法律を公法、司法、社会法の3つに分ける分類方法です。で、公法と司法の定義は括弧1と同じです。じゃあ社会法だけ定義づければいいんですね。社会法とは、福祉国家思想に基づき、所有権の絶対性や契約締結自由の原則など基本原理とする市民法を修正する法のことを言う。市民法というのは基本的には私法です。で民法中心です。で本来ね、民法の世界というのは所有権って絶対だって考えられてたんですよ。だから竹山が土地を持ってると、竹山が売りたいって言わなければこの土地は絶対取られない。でも世の中では国のために高速道路を通すから、ここの土地絶対欲しいとかありますよね、国が。なので所有権の絶対性というのは修正されて、今は国が必要あればちゃんと保証をした上で土地を無理やり取り上げることもできるとか、そうなってるんですね。あと契約締結自由の原則、これも民法の基本原理にあるんですけど、この契約締結自由の原則貫くと、例えば竹山君を24時間時給1円で雇うことも、両者が本当にいいって言えばいいはずなんですけど、そんなことは許されない。1日8時間労働、最低賃金はいくらって決められてる、そういった修正があるわけです。だからこの市民法を修正する労働法なんかを社会法という。あと独占がダメだよって独占禁止法。独占っていうのはね、これ経済学の講義じゃないんで詳細は省略しますけど、独占っていうのは市場経済を歪めるので良くないとされてます。でも市場原理に任せると、例えば竹山君がすごくお金持ちで、トヨタの株と日産の株とホンダの株を全部買い占めて独占企業を作ることも本当は自由なはずですね。でもそれは修正されてるから、独占禁止法も社会法で、社会保障法っていうのもこれいろんな法律の集まりで、例えば生活保護の法律とか児童福祉法とか、そういった福祉関係の法律を集めた、これも、社会法になります。で注意していただきたいのは米印、二分法が間違っていて三分法が絶対的に正しいということはありません。あくまで分類の方法が複数あるということです。で他にも法の分類方法ありますけど、この二分法と三分法をまずはざっくりと押さえておいてください。いいでしょうか。じゃあ次ね、これはね、常識にしておいてください。別の分類方法です。さっきと実態法と手続き法。実態法とは権利義務、犯罪の要件とその効果など実質的な法律関係の内容を定める法のことを言います。例、民法、商法、刑法などです。でね、これも覚えておいてほしいんだけど、実態法の大部分はそうじゃない部分もあるんだけど、大部分は要件と効果からできています。これね、ぜひ今日覚えて書いてください。これそんなに難しい話じゃないんだけど、やっぱりテクニカルタームなんで最初は戸惑ってしまいます。要件ってのはなんちゃらならばの部分で、効果っていうのは点点点となるの部分です。全ての法律ではありません。ただ実態法の大部分は要件と効果から成り立っています。で、裁判の大部分で問題になるのもこの要件効果が問題になる法律です。で、これポカーンとしますよね。2つぐらい練習問題あれば割と理解ができます。レジュメの1ページ目に戻って下から3行にある民法709条、この条文をですね、ちょっと1分取るんで、なんちゃらならば点点点となるの形に書き換えてみてください。そんなに難しくない問題です。これは民法709条なんちゃらならば点点点となる、答えは完全に1つではないんですけど、なんちゃらならば点点点となるに書き換えてみてください。民法709条。これそんなに難しくない。ちょっと書き換えればいいだけですね。で、別に答えは一つに限らないので、言い回しは何通りもあります。で、これそんなに難しくなくて、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したならば、あるいは侵害したものならば、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととなるとか、賠償する責任義務を負うとかね、そういった書き換え方になります。これ要件と効果で出てきますね。故意または過失によって他人の法律上の利益とか権利を侵害した、こういった要件があると損害賠償という効果が発生する、そういう構造になっています。じゃあ次ね、ちょっとだけレベル上がりますけど、2ページ目の上から3行目の刑法199条。別に書かなくていいですけど、頭の中で要件効果をね、30秒ぐらいで考えてみてください。これも書き方いろいろありますけど、人を殺したならば、人を殺したっていうのが要件で、死刑または無期もしくは5年以上の懲役の刑罰を受ける、それが効果になります。あるいは国家の側から見ると懲役に処するってことになります。このように刑法199条も要件と効果から出てきます。まだいけます？次ちょっと難しいんで、分かんなかったらすっ飛ばしてください。憲法21条どうでしょう？集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。これって要件と効果にあってるんでしょうか。保障するって書いてますね。でね、これちょっとね、お手持ちの6法あるいはスマートフォンで一つ探してほしいことがあります。憲法98条を探してください。98条1個。憲法98条1項です。で、憲法98条1項と合わせて考えると要件と効果が出てくるのか、ちょっと考えてみてください。憲法21条1項と憲法98条1項を合わせて考えると、これ要件効果に直せるでしょうか。憲法98条以降こう書いてますよね。この憲法は国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない。まあ法律だけにフォーカス焦点当てると、要するに憲法違反の法律は効力を有しない、無効だって言ってる条文ですね。それと合わせて考えると、憲法21条集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。表現の自由が憲法21条1項によって保障されていて、表現の自由を侵害する法律は無効となる。表現の自由を侵害する法律ならば無効となるって形に書き換えることができます。もちろん書き換え方とか要件効果の出し方は一通りではありません、憲法の場合は。ただ一つはそうですよね。表現の自由を侵害する法律ならば無効となる。そういうことになります。いいでしょうか。これが要件効果という話です。で、常にねこの要件と効果を意識してください。で、実際司法試験とか総合職の論文とかでは民法なんか要件を検討して効果を書くっていうのが多いです。事例問題なんかは。でね、今日最初なんで要件効果を意識してほしいってことも言いますが、逆にね法律をある程度勉強していくと要件効果だけに凝り固まっちゃうこともあります。実は世の中の法律、憲法も含めて要件効果が本当に書いてない法律も実はたくさんあるんですね。で、そういった法律は存在します。で、その法律の使い方っていうのは憲法で詳しく説明しますが、今は大部分は要件効果、そうじゃない法律もあるってぐらい押さえておいてください。いいでしょうか。でね、皆様方がやる法律って本当にねめちゃくちゃレベルの高い法律なんですね。司法試験とか総合職なんてもうこの日本の最高峰の法律家になるわけですから、かなりレベルが高い。なので一つ視点を持ってください。それはね裁判でどう使うかって視点でいつも考えていくと比較的ね分かりやすい。その使うための法律って視点をぜひ持ってください。いいでしょうか。で、だいぶ脱線しました。12ページで、結局実態法ってのは要件効果とかを書いた法律なんです。で、中身について書いた法律、もっと言うと手続きじゃないよってことです。で、例えば民法、何をしたらお金払わなきゃいけないのか、商法、刑法、何をしたら刑罰を受けるのか、そういうのを実態法と言います。で、手続き法は簡単。手続きについて定めたのが手続き法。これは実態法に定められた法律関係を実現するための訴訟などの手続きについて定めた法のことを言います。だから民事訴訟法、民事訴訟の手続きをついて定めた法は当然手続き法。刑事訴訟法もそうです。行政事件訴訟法もそうです。で、行政手続き法ってこれ裁判じゃないんだけど、行政手続きについて定めた法律。例えばですね、これも行政法で詳しくやるから今覚えなくていいんだけど、運転免許取り消し処分をするときは必ずね、その人の言い分を聞く聴聞って手続きをしなきゃいけないんですね。そういった手続きについて定めた法律が行政手続き法で、あと不動産登記法で、不動産登記って言葉をねここで覚えてください。土地ってすごく重要な財産ですけど、この土地って誰持ってるのっていうのは見ても分かんないですよね。だから簡単に言うと法務局に登録できるんですよ。この不動産は竹山のものですっての。それを不動産登記と言います。土地の所有権を登録だととりあえず思ってください。もっと細かいことはあります。で、その登録の手続きについて定めたのが不動産登記法というものです。これも手続き法です。よろしいでしょうか。じゃあ次、13ページ、一般法と特別法。これも分類です。で、意義。一般法はより広い範囲、事項を規制の対象とする法を言います。特別法は特定の事項関係を規制の対象とする法律を言います。で、例を挙げましょう。金銭を貸すときに利息を定めなかった。その時には民法では利息を請求できないが、商法では法定利息を請求できます。そしてね、商法っていうのは基本的にすごく細かい定義はあるんだけど、商売絡みのことだけ適用されるのが商法で、それ以外に適用されるのが民法なんですよ。そういった概念です。だからこういう関係になってる。民法の方が広いんですよ。で、この枠は財産関係一般で、その中の商売も財産関係一般だけど、商売絡みはちょっと特殊な法律があって商法。こういう関係になるんですね。こういう時に財産関係一般に適用される法律は民法だけど、商売絡みのことだけは商法が特別に適用される。商法を特別法と言います。だから商売絡みは商法だけが適用されて、商売絡み以外の財産関係一般は民法が適用される。その時に商法を特別法と言います。なので結局は商売人だったら利息は請求できて、そうじゃない一般人の単なる貸し借りだと利息を請求できない、そういうことになるわけですね。いいでしょうか。で、この場合は商法の方が、こっちが一般法で商法の方が特別法になります。よろしいでしょうか。じゃあ次いきましょう。で、レジュメの次なんですけど、これが結構大事で、一般法と特別法の関係は相対的なもの、要するに2つの関係性で決まるということです。ある法律が一般法か特別法のどちらになるかは他の法律との関係で決定される。さっき見た例の民法と商法の間では民法が一般法で商法が特別法、これはいいです。ただね、商法と金融商品取引法の間だ。金融商品取引法っていうのは株とかそういった金融商品に関する法です。昔は証券取引法と言いました。で、商売の中でも株っていうのは一部ですよね、商売の。ってことは商売一般に適用される商法と株とかの取引だけに適用される金融商品取引法は、金融商品取引法の方が狭いから商法が一般法で金融商品取引法が特別法。これ2つの法律との関係性で決まるんです。一般法と特別法。これも知っておいてください。じゃあ次、括弧に同等の法機関の優劣。同等の法機関というのは法の階層構造の話で、法律レベルの2つの、法律と法律でどっちが優先するかって話、あるいは政令と政令でどっちが優先するか。この階層構造の上下は絶対です。上の方が優先。階層構造のランクが同じ時に一見矛盾する2つの法律がある。どっちが優先して適用されるかっていう話です。で、丸1番、これが大原則ルール、特別法は常に一般法に優先して適用される。これ当然特別法の方が優先されます。だから商法と民法だったら商法適用される場合は商法が優先適用。あとね、丸2、公法は前法に優先する。逆に公法は前法を排すると思います。ある法律があって矛盾する法律が後からできた場合で、一般法特別法関係ない場合は後の方が優先です。なぜかというと後の方が最新の国民の意思が反映されてるって考えるからです。だから後の法律が有効になります。で、普通はね、これ矛盾する法律が2つできたら前の法律を廃止するのが普通なんだけど、うっかりした手続きミスとかで前の法律が廃止されなかったとしても後の法律が有効ってことです。でこれ今はそんなにないんだけど、昔の法律は結構ね手続きミスみたいのがあるんです。日本って結構明治時代から生きてる法律もあります。カタカナ混じりの。なのでそういう時はこういうルールが使われます。で法令が新たに制定改正された場合にはこの原則が適用され、新たな法令の内容がそれ以前の法令に優先して適用される。で問題は合わせ技。特別法が前法で一般法が後法の場合、これどっち優先するのって話ですよね。でこれ覚えちゃいましょう。特別法は常に一般法に優先して適用されるので、これは特別法が優先です。というからですね、特別法前法で一般法を後から作るっていうのはよくあることなんですよ。要するにみんなの合意が取れた特別なことだけ定めて、で後でようやく国民みんな説得できて一般法を作るっていうのはよくあることなんです。でそういう時はこの特別法を前提とした一般法だから当然特別法が優先ってことになります。これはぜひ知っておいてください。では次ですね、強行放棄と任意放棄。これは主に司法上の規定で問題になる概念です。で例、民事法定利息原則 3% って規定が民法にあります。これは、任意規定で利息を定めなかったらこれになるって話なんですね。物事に利息を定めなかったで、さっきの金銭を貸すときはちょっと除外してください。お金貸すときじゃなくて、何か民法で取引なんかをしてお金の支払いが遅れたときはだいたい 3% でカウントされる。これは任意規定っていうことで利息を定めなかったらこれになる。で利息制限法の上限利息は 15% です。でこれ強行規定なんですね。で強行規定っていうのはこれに反すると無効っていう意味です。でここの概念ぜひ理解していただきたいんですけど、実は法律って守らなきゃいけないとかよく言われるけど、法律の意味にもいろんな意味あるんですね。何も定めなかったらこれにしようっていうのが任意規定。これは絶対反しちゃダメだよっていうのは強行規定。で合わせて考えるとこうです。これ金銭貸すときにはダメなんでちょっと、消してください。つまり金銭の支払いが遅れたときに直してください。これ金銭の支払いが遅れたときに何か契約をして金銭の支払いが遅れたら何%の利息をつけますよって契約をすることがあります。金銭を貸すときには間違いなんで金銭の支払いが遅れたときに見直してください。金銭の支払いが遅れたときに 15% のまでの範囲内で自由に利息を定めることができる。もし利息を定めなかったら原則 3% になる。こんな感じになります。でまとめると強行放棄、これ強行規定とも言うんですが、これは主に公の秩序に関する事項について規定したもので、強行放棄に関する法律行為は無効となります。法律行為って概念がこれから何度も出てくるんですけど、分かんないうちはこれ契約が代表例だと思ってください。だからとりあえず法律行為を契約に置き換えても何とか理解はできます。なので強行放棄に反する契約は無効で、任意放棄任意規定は主に公の秩序に関しない事項についての規定で、当事者が契約などで定めなかった事項を補充するもの。当事者が別の内容を契約等で定めていれば任意放棄は適用されない。任法規は決めなかったらこれになるってことです。で、民法とか商法の規定、それぞれの規定、条文ごとにこれは任意規定なのか強行規定なのかっていうのは重要な問題になってきます。それは民法とか商法でしっかりやっていきます。話変わりますけど、まあ皆さんね、あんまり契約ってやったことないかもしれないけど、なんか日本の契約書は薄くてアメリカの契約書は厚いみたいなことを聞いたことある人もいるかもしれません。でこれってね、2つ理由があって、1つは言語の違い。日本語の方が漢字があるから簡潔に書けるっていうのはあります。アルファベットの方が長くなる。でもそれ以上に日本ってね、日本の民法って任意法規がいっぱいあるんですよ。決めなかったらこれになるよっていうルールがいっぱいあるから、契約書って実はね、驚くほど書かなくていいんですよ、実際には。なので契約書は薄いっていうのもあります。日本の民法は任意法規がいっぱいある、そんなイメージも持ってください。では14ページセクション6、法の解釈です。基本的な法の解釈のスタイルを学ぶってとこですが、ここはね、ざっくりと理解していただければいいです。これからね、どんどん各法律をやっていく中でマスターをしていけるところです。じゃあ見ていきましょう。まず1番、分離解釈と論理解釈です。1、分離解釈とは法の文言の持つ意味を明らかにする解釈です。で法解釈っていうのはヨーロッパスタートなんで、これもともとね、聖書の解釈とかに近いと言われてます。要するに英文とか聖書の解釈とか古文の解釈とか、そういったものに近い、考え方が分離解釈です。条文の文言以外の事情は考慮に入れません。条文の文言が曖昧だったり文法的に複雑な場合に、その内容を明確にする。例えばこんな感じ。賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定があった場合、賄賂とは公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益であると内容を明確にすること。これが分離解釈です。これはまさに賄賂って日本語の意味はこうだって言ってるだけですね。それを分離解釈と言います。で一方で論理解釈。論理解釈とは一切の論理を用いてする解釈であり、2つ以上の法律や制度の間に表面上の矛盾があるときに、論理の操作によってそれを整合的に解釈することを言います。でちょっとこれに入る前に、A っていう法律と B っていう法律が一見矛盾していると見えるとしましょう。裁判官ってこれどう処理するか。これね、もちろん公法が優先とか特別法が優先ってあるんだけど、まずはどっちも生かすんですよ。なぜかというと、国会が作った法律だから、どっちかを無効っていうのはあまりしないで、 A と B を両方生かした解釈ができないかってアプローチをまずするんです。それがこの論理解釈。一見矛盾するときに論理の操作によってそれを整合的に解釈する。ちょっと見ていきましょう。例、試験時間中にタバコを吸ってはいけないと定められている一方で、試験時間中の喫煙は所定の場所で行うことという規定があったとする。この2つの規定は一見矛盾する。矛盾しますよね。でこれで両方生かして解釈をする。そこで例えばですよ、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという規定は、その試験を受験する受験生に対して向けられた規定で、それ以外のものは試験時間中でもタバコを吸うことができるが、その際には所定の場所で吸わなければならないと解釈することによって整合性を保つ。これが論理解釈と呼ばれるものです。へりくつみたいなものって感じたかもしれないですけど、法律家の仕事というのはこの論理解釈をしていくっていうところにもあります。でちなみに論理解釈はこれが絶対的に正しいって解釈はありません。いろんな解釈できるから。でその解釈の中でいろんな学者が A って解釈がいいとか B って解釈がいいとかいろいろ議論していって、じゃあ判例は B にしましょうとか決まっていく、そういうことになります。なのでこの論理解釈っていうのは正解が一つとは限らないってのもね、意識しておいてください。いいでしょうか。じゃあ次に拡大解釈と縮小解釈です。でこれまた違った解釈です。拡大解釈、拡張解釈とも言います。で拡大解釈とは法の文言に広義と狭義、広い意味と狭い意味がある場合に講義の解釈を取る方法です。例、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコではなく葉巻を吸うことも禁止されると解釈すること。タバコって文言もこれどこまで入るのかって微妙ですよね。現代風に言うと電子タバコはどうなのかって議論ですよ。入るのか入らないのか。で、拡張解釈というのはなるべく含める。電子タバコももちろん入る。で解釈するのが拡大解釈です。で一方15ページの縮小解釈は逆です。縮小解釈とは法の文言に講義と教義がある場合に教義の解釈を取る方法です。で、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に一般のタバコのみが吸うことを禁止されると解釈すること。だから電子タバコは吸っていい、葉巻も吸っていい、そういう解釈になります。で、米印。で今はね、拡大解釈って何か縮小解釈って何かを記述しただけです。で、米印。で、ある規定を拡大解釈するか縮小解釈するかは結局どちらの解釈が妥当かという観点から決定されます。で、どちらの解釈が妥当かっていうのはいろんな事情を考慮して決めます。もっと言うと法律学内部からはでは出てこないことがあります。それは社会学とか経済学の学問を使う人もいるし、自然科学の技術を使う人もいれば、国民の意思はこうだっていう人もいるし、いろんな外部的なロジックを使わなければ実はそれは決定できないんですね。なので、これはどちらの解釈が妥当かっていうのは大抵司法試験には問題文でいろんな事情が書いてますんで、そういった事情を拾って決定していってください。で、次に扱う類推解釈と反対解釈のどちらを取るかという場面についても同様になります。で3、類推解釈と反対解釈です。括弧1、類推解釈。類推解釈とは法の文言の意味に含まれないものに対し、その類似性を理由としてその規定を適用することを言います。例としては、この川で鮭を取ってはならないという場合に、魚という共通点があることから鮎を取ることも禁止されていると解釈すること。魚という点が似ているから類推する、これを類推解釈と言います。で、在刑法定主義のもと刑法においては類推解釈は禁止される、ただし被告人に有利な類推解釈は許される。でね、ここでちょっと混乱してきたんでゆっくり整理しましょう。じゃあね、在刑法定主義のもと類推解釈は許されない、拡大解釈は許されますか。ちょっと考えてください。拡大解釈どうなんですかね。そもそも拡大解釈と類推解釈って何が違うんですかね。これね、私最初悩んだの、勉強してた時。でもね、よくよく読むと分かって、拡大解釈ってのは文言は超えません。だからあくまでタバコってところに別に葉巻も電子タバコも入れることはできるじゃないですか。だから文言の枠は超えないのが拡大解釈。文言の中で思いっきり拡大する。で、類推解釈ってのは文言を超えてますよね。鮭に鮎が入るわけがない。文言を超えちゃうのが類推解釈なんですよ。そこまずね、イメージつけてください。で、在刑法定主義っていうのは犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない。で、鮭を取ってはならないというのは禁止されているけど、鮎は絶対にこの文言に入らないから類推解釈は禁止されます。一方でタバコダメって書いてる時にタバコに電子タバコを入れることはギリギリ文言の範囲内だから、それは在刑法定主義には違反しないということになります。文言を超えるかどうかってところが違うので、そこは意識しておいてください。ただし被告人に有利な類推解釈は許される。ただこれ被告人に有利だったらいいよってことになってます。いいでしょうか。次、反対解釈です。反対解釈とは法に規定されていない事項についてその法規の適用を排除すること。これ比較的分かりやすくて、例、この川で鮭を取ってはならないという場合に鮭以外の他の魚なら取っても良いと解釈すること。要するにこの川で鮭を取ってはいけないっていう法律が仮にあったとする。逆にそれしか書いてないってことは、それ以外は自由にやっていいんだと読む。これを反対解釈と読みます。この技法もよく使うんで知っておいてください。で次、もちろん解釈です。これもちろん解釈と読みます。これは類推解釈の一種であり、ある事項について法が規定していることが同一属性を持つ他の事項にも適用されることが当然自明であるとする解釈方法で、これはね、具体例1個理解できれば十分です。もちろん解釈の定義を覚える必要はありません。例、10万円の賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定がある場合に、100万円の賄賂を受け取った公務員はもちろん懲戒免職する。これがもちろん解釈です。まあ、ふーんと思っといてください。いいでしょうか。ちょっと時間の関係上どんどんいきます。で、16ページセクション7、裁判員裁判。我が国では国民が刑事裁判に参加する制度として2009年から裁判員制度が実施されています。で、1、陪審制と参審制。で、国民の司法参加形態には、市民だけで有罪無罪の評決を行う陪審制と職業裁判官、プロの裁判官を職業裁判官と言います。と、市民が共同する参審制がある。我が国の制度はどちらの制度でもないが参審制に近い。で、なんで近いって微妙な表現となっているか。これはですね、まず我が国は裁判員制度は職業裁判官と市民が一緒に決めます。ただね、これケースで詳しくやるんですけど、法の解釈みたいな部分だけは裁判官だけがやるので、厳密には全部一緒にやってないという意味で近いと書いてます。まあ、そんな細かいことはね、今覚えなくていいですけど、あ、そういうもんなんだと思っておいてください。で次ですね。で我が国ではかつて1928年から43年に陪審制度が導入されていた。実はですね、戦前も陪審制度あった時代があります。まあ、ふーんと思っておいてください。で2、裁判員制度です。で死刑または無期の懲役禁錮にあたる罪に関わる事件など重大な刑事事件だけに適用される、これはぜひ知っておいてください。民事事件には適用ありませんし、軽微な刑事事件にも適用はありません。で次、裁判員は裁判官とともに被告の有罪無罪及び量刑を決めるが、これです。さっき言ったのは法令の解釈だけは裁判官が行う。なので全部共同してるわけじゃない。で意思決定は原則的に裁判官3人と裁判員6人から構成される合議体での多数決によって行われる。まあ、この辺りはさらさらね、理解しておけば十分です。で被告人に裁判員制度を拒否する権利はない。で裁判員には守秘義務がある。裁判員は衆議院議員の選挙権を持つ者の中から抽選で選出されるが、学生や70歳以上の者のほか、仕事上著しい損失が生じる場合や育児介護などやむを得ない事情がある者は辞退することが可能。こうなっています。で日当や交通費、宿泊料は支払われるが、参加に伴う損失保障はない。で損失保障って概念は憲法でちゃんとやりますけど、簡単に言うとこうです。日当っていうのは1日あたり何千円って決まったものはもらえます。ただ例えばね、裁判員に参加してでっかい100万円の契約が取れなくなったから100万円保証してくれ、これが損失保証ね。実際に損した分を保証してくれ、これはできないということです。まあ、ふーんと思っておいてください。ではセクション8、基本的人権の歴史で、この歴史は憲法の担当で聞かれることがあるので、多少やっていきましょうってところです。で実際に試験でね、めちゃくちゃ出るかというとそこまで出ない。なのでざっくりでいいです。基本的人権は人権ないし基本権とも呼ばれ、基本権って呼ばれる時は人権とほぼ同じ意味だと思ってください。厳密に言うと若干違うんですけど、司法試験とか総合職のレベルでは同じで構いません。学者だったら分けます。で人身の自由、表現の自由などの基本的人権を総称する言葉である。で人権保障の変遷、国民権という地位に伴う権利から人間であることによって認められる普遍的権利になってきました。でこれ意味わかります？法律をね、例えば独学でやる、まあ皆さん講義受けてるけど、独学でやるコツはここの空気というか行間読めることなんですね。これどういうことかっていうと、国民権っていうことは、例えば日本だったら日本国民は人権があるけど外国人はありませんってことですよね。でも人間であることによって認められる普遍的権利だったら外国人とかでも当然人権はあるわけです。だからそういうふうに人権は拡張傾向にあるんだってことを言ってるわけです。一例を挙げると外国人の人権で、自由権から社会権。自由権というのはさっき見た表現の自由みたいな権利です。要するに自由に表現できるんだ。でね、この自由権っていうのはちょっとキーワードを書いてほしいんですけど、これね、妨害排除請求権って民法でも出てきますけど、難しい言葉で言うとこうです。一言で言うと国家に対し邪魔するなっていう権利です。私の表現を邪魔するな、これが自由権です。私の表現を邪魔するな、私の商売を邪魔するな、私の体をつかむな、邪魔するな、これが自由権です。もともと基本的人権は自由権から発達してきました。ただ社会権も20世紀になると認められることになりました。社会権というのは日本国憲法でいう生存権とか教育を受ける権利です。私に普通教育を受けさせてくれ、お金が足りないからお金をくれ、でこれはね、別名請求権と言います。つまり社会権というのは何々してくれと国家に請求する権利なんですね。国家に対して邪魔するなっていう権利から請求権、何々してくれっていう権利に変化してきました。よろしいでしょうか。なのでこれを踏まえて考えると、米印、自由権は国家からの自由、社会権は国家による自由ということになります。自由権は邪魔するなだから国家から自由になる。一方で社会権は国に対して請求するから国家による自由というようになります。あと法律による保障から憲法による保障へ変化してきました。じゃあ2、世界各国の人権宣言です。イギリス、ちょっと重要なところだけいきましょう。でね、マグナカルタ権利請願をふーんと思って見といていただければいいんだけど、権利章典、年号まで覚える必要はありません。大体この時代だなっていうことを知っておけばいいです。権利章典は国民生命の財産の安全と議員の言論の自由を保障で、名誉革命の成果を法制化、議会主権確立へ、後のアメリカ革命に大きな影響を与えた。で権利章典あたりからやっぱ人権というものが意識されてくる。で過去にアメリカで、丸1、アメリカ独立宣言、これはアメリカ東部13州が英国から独立したことを宣言する文章であり、後の第3代アメリカ大統領ジェファーソンにより起草された。で国民に添付不可侵の人権があること、これを覚えておいてください。アメリカ独立宣言に人権が書いてある、これは覚えておいてください。あと革命権があることを認めてる。革命権って物騒な権利なんだけど、政府が国民の意思に反したら国民は政府を倒す権利がある、そんなイメージで、これ憲法でやります。で丸2、アメリカ合衆国憲法、連邦政府樹立の必要からワシントンを議長に憲法制定会議が開催され、制定された憲法を言います。でこれ連邦憲法です。連邦憲法ってどういうことかっていうと、アメリカって州がありますよね。州の一つ一つが実は国なんですよ。で国が集まって連邦ってのを形成してる。だから州ごとにも憲法があって、連邦全体にも憲法があるって二重構造です。であくまでこのアメリカ合衆国憲法というのは連邦全体の憲法ということになります。でさらに構成憲法です。この構成憲法っていうのは知っておいてください。で構成憲法とは憲法を改正する際に通常の法律制定手続きよりも厳格な手続きを必要とするものです。例えば日本国憲法は構成憲法です。時間がないんで簡単にご説明しますね。日本って法律を作るときは衆議院の過半数の賛成と参議院の過半数の賛成で法律ができます。でも憲法を改正するときは衆議院3分の2、参議院3分の2プラス国民投票。憲法の方が法律より変えにくいですよね。その場合憲法の方を固い憲法、構成憲法と言います。大義国は南西憲法で、これは憲法と法律の制定手続きが一緒ってことです。で、ほぼ完全な三権分立制度を採用しています。で、国家レベルでは世界で最高の成文憲法。ただここでいう憲法は聖徳太子の17条の憲法の意味じゃなくて、実質的意味、近代的意味、立憲的意味の憲法です。これはね、憲法でやりますので、今は、流していいです。で、後に修正条項によって個別的な人権規定が設けられた。これは知っといてください。実はアメリカ合衆国憲法、最初人権は書いていなかった。なぜかというと、アメリカ独立宣言に書いてるから。というかですね、これもぜひ知っておいていただきたいんですけど、独立宣言ですね。で、今の日本国憲法とか今の憲法っていうのは人権も書いて統治機構って国家のシステムも書くのが主流なんですが、実は当時のヨーロッパの憲法はこっちの憲法には統治機構のみを書くのが普通だったんです。で、独立宣言みたいな人権を書くのを、これ権利章典と言います。憲法には統治機構を書いて、別に権利章典っていうのを作って人権を書き込むのがこの頃のヨーロッパの普通のシステムです。で、これ疑問に思う方、憲法って英語で何て書くかを考えれば分かります。憲法は英語でコンスティチューションです。これって構成って意味ですよね。構成って意味だから統治機構のみ書くんですよ。そういう統治機構を定めるのがコンスティチューションで、人権は別の権利章典に書く。そういうヨーロッパスタイルを当時のアメリカは取っていたので、アメリカ合衆国憲法に人権は書いてない。これはね、担当で聞かれることもあるんで、覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次ね、括弧3、フランス人権宣言、1789年です。私が昔買った参考書は「ヒナはくすぶるバスチーユ」とか書いてたんですけど、年号はどうでもいいんですけど、アメリカ独立宣言とどっちが前でどっちが後か覚えておいてください。で、フランス革命を背景にして宣言です。で、個人の自由平等安全及び圧政への抵抗権を自然権として、全ての政治的団結の目的は自然権の保全にあるとした。こんなの一言一句覚える必要はなくて、読んで理解できればいいです。で、国民主権思想、表現の自由、権力の分離、所有権の不可侵などを宣言していた。で、ドイツはワイマール憲法、20世紀になってワイマール憲法が生まれて、世界で初めて社会権、これだけ覚えておいてください。世界で初めて社会権で、所有権は義務を伴うということになります。で、レジュメ終わりました。で、このセブンサミット全体構造編には、このレジュメでやったこと以外に各憲法とか民法とか各法律の基礎的なことも書いています。で、もちろんそれやらなくてもいいんですけど、興味ある方は、暇な時間にざっと見ておいたら勉強にはなりますので、その程度の取り扱いにしてください。そしてね、あと1分ください。ってセブンサミットの14ページに法令用語の基礎知識ってあるんですね。でこれも暇な時に読んでいただければいいんですけど、1個だけ重要なものがあるので15ページの6ってとこ見てください。推定するみなす。推定するはある事項について当事者の意思や事実の有無が不明確である場合に一応の処理基準を定めるというものであり、推定を免れたい場合には推定内容が実際と異なるという証拠、これをマークしましょう。反証を挙げて推定を排除することができる。推定するって書いてるときは反対の証拠を出して推定を破ることができます。でこれに対しみなすとは本来異なるものを一定の法律関係について同一のものとして取り扱うことである。犠牲とも呼ばれる。でみなすの方は反証は許されない。これは覚えておいてください。確定的に同一として取り扱うことである。で EX に書いてある通り、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する。これ推定するだから違法って証拠を出せば違法になります。一方で胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。みなすはひっくり返せないってことです。これは覚えておいてください。そしてもう一個、この法令用語の基礎知識には書いてないんだけどすごく重要な法令用語があります。これどっかに書いておいてください。で例えばね、ないしって表現なんです。はい、1ないし10って書いてあるとき、これ皆さん数字 何が当てはまります？ 1 ないし10、これ実は日本語の意味としては2通りあって、どちらも正しい用法があります。1ないし10、これ日本語としてはおそらく皆さん多数派じゃないか、1かつ10、おそらくこっちの方が多数派だと思います。1ないし10って言った時に1と10だ、1&10だ、1かつ10だってのが多数派だと思うんですけど、実は1から10全て含むっていうのも日本語として正しいんです。日本語としてはこの2つの用語法があります。まずこれを確認してください。で日本語としてはこの2つとも正しくてどちらでもいいはずなのに、なぜか裁判官という生き物は2だけしか取らないんですよ。1じゃないんですよ。これだから法律家の文章で1ないし10って書いてあったら2の可能性が高いと思ってください。なのでなぜか法律家は2なんです。これすごく勘違いしやすい部分なのでもう覚えちゃってください。これ私も最初はびっくりしました。でどんな辞書を引いてもどっちも正しいって書いてるんですね。でもなぜか法律家は2を使うので1から10だと、その用語でね、皆さんも法律の文章は書くようにしてください。で、1の1かつ10とか書きたいときは誤解のないようにないしを使わない方がいいと思います。よろしいでしょうか。ということで、今日は全体構造編でした。でですね、民法1回目の前にチェックテストがありまして全体構造編の内容も多少出しますので、レジュメをね1回復習をとしてざっと見ておいてください。その程度で結構です。で全体構造編をガチガチ勉強するよりは民法とか刑法とか具体的な内容の法律を勉強する方に注力してください。で民法に関しましては、レジュメ発送されたレジュメと一応初回セブンサミットも持ってきてください。民法1だけで結構です。あと6法は必ずお持ちください。よろしいでしょうか。であと Zoom で受講されている方、この後スタッフから少しご説明がありますので少々お残りください。であとですね、実際に池袋に来ていただいている方、質問はですね講義終了後にしていただくこともできますし、月2回ぐらい講義の開始前にオフィスアワーというか質問の時間も設けてありますのでそこでしていただいても構いません。あとですね、オンラインで教えてチューターといって私じゃないんですけど合格者スタッフがお答えするシステムもありますのでそちらもご利用ください。はい、それでは入門講座全体構造編第1回目これにて終了いたします。お疲れ様でした。